あああああれこれもうもうちょっと私のマイク上がりますか音ああああええええもう少しマイクを上げていただありがとうございますえ遅くなりましたよろしくお願いします山本太郎ですありがとうございます本来ならば外線とかですね全国今回ってるんですけれども佐賀は箱の方がいいんじゃないか。 屋内の方がいいんじゃないかっていうご助言をいただきましてで今、街の中を歩いてきたんですけどやっぱり箱にしと,といてよかったと <laughs> まあ集中的に人が集まるっていう場所をなかなかあの、ね、見つけにくいなっていう感想です非常に、えー、佐賀に、えー、来させていただいたのは久々なんですね、えー、思い出の地でもあります昔、えー、役者をやってる時には、えー、佐賀のガバイばあちゃんですかね あの映画に出させていただいたりとかあと、えー、そうですねテレビで来ることっていうのがあったんですよね仕事でそれだけじゃなくて2011年の原発の問題があってからですね佐賀県庁に再稼働をしないでくれっていう市民の皆さんと一緒に申し入れに行ったんですけどねでその時に、えー、とその人たちを煽って、えー、突入したみたいなですね 全然違うことをですねスポーツ新聞が書いたりとかして、えー、それで何か、えー、よく知らない人から告発されちゃったみたいな,、えー、なんか、えー、大変なことに巻き込まれてしまったなみたいなことがあったんですけれども、えー、そういう、まあ、いろんな思い出がある佐賀ですけれども、えー、今日は佐賀の皆さんと、えー、1時間半2時間ぐらい、えー、やり取りをですね直接やらせていただけたらなというふうに思います。 えー、今年の春、旗揚げしたんですね、令和新選組っていう、えー、グループですね、えー、政治団体ですね、政党ではないです、私、当時議員だったんですけれども、一人しか国会議員いない状態でグループを作るので、政党としては認められないという状況だったんですけれども、その選挙を、えー、10人の仲間、私含めた10人で戦うことになったっていうような流れをご確認いただいたと思います。えー、寄付額皆さんから えー、寄付を募りまして、えー、いただきました寄付が4億円、この4億円を元でにあ,ありがとうございますひょっとしていらっしゃるんじゃないですか、この中にも、スポンサーになっていただいた方が、ありがとうございます、<laughs> まあそのような形で、えー、選挙を戦い、そして2名の国会議員が誕生しました、えー、先ほど見ていただいた ALS の、えー、難病患者、えー、船子さん、そして重度の障害者、えー、木村英子さん、えー、この2人が国会議員になって、えー、で、 市民の力で国政政党という形になったっていうことなんですね。これ非常に意味のあることでやっとスタートラインに立つことができたとで一方で山本太郎は落選するということになってしまったんですねこれに一番びっくりしたのは本人だったっていう話なんですよもうびっくりした太郎さんが落ちるなんてって言ってくださる応援者の方もいらっしゃるんですがいえいえあのびっくりしたのは私の方ですっていう話なんですね、はいえー、やはり 選挙期間中テレビではほぼ取り上げられないという状況でこれはもう初めから予測されてたことだったんですけど分かっちゃいたことなんだけれどもやはりテレビメディアに取り上げられないっていうのはこんなにも苦戦するんだなということが正直な感想なんですね街頭演説をするとかっつったってあの出会える人っていうのは人数限られてますね 非常にありがたいことです。200人も300人も、えー、の方々がお話を聞いていただけるのはありがたいんですけどテレビの場合は1%で100万人視聴率1%で100万人の方がご覧になりますからしかもテレビって強制的ですよね垂れ流しですから、えー、だからそういう意味でテレビメディア、えー、電波に乗れるっていうのは非常に大きな意味を持つんですねで今、政党になりましたから、えー、議員ではありませんけれど代表ですから。 もしも、えー、各党の党首討論みたいなことになった時には、えー、っと呼ばれることになるはずなんですけどね、NHK はなかなか呼んでくれない、えー、私を呼んだらぶっ壊すまで呼ばなきゃいけないってことなので、それだけは避けたいみたいなね、<laughs> こっちもなんか巻き込まれ気味だなみたいな話なんですけどね、<laughs> えーまあ、そんな形で、まあ、何よりも、えー、テレビメディアが使えない中、本当の草の根で横に広げていただき、 国政政党として誕生した令和新選組、えー、正直選挙終わるまで知りませんでしたって方この中にいらっしゃいますか令和新選組知らなかったなーって方勇気を持って手を挙げてくださった方が23名いらっしゃいましたありがとうございますねええ知らなかったのにどうして今日ここにおられるのかってことなんですけどもおそらくお友達に誘われたりとかということですか違いますかちょっとマイクいいですかね今手を挙げてくださった方はいえー おおさんを時間に見たかって話も聞きたかったからです。はい、単純に言って、いやどんな考えを持ってあるのかなというのがうあ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一言いらっしゃいました女性の方でしたね。えっ、ー、と右側のブロックの、えー、もう一度手を挙げていただいていいですか。選挙、えー、違いましたっけ、えー。そのまま歩いてって。 えー、そのまえ違いましたっけ手を挙げてくださった方メガネの女性の方違いましたあそうですよねあちょっとごめんなさいもう一回手を挙げてもらえますかすみません大丈夫です顔映ってませんから <laughs> はいあすみませんあの恥ずかしながら、はいええ、その山本さろ太郎さんのことは私結構あの応援してたんですけどあ,ありがとうございますその令和新選組っていうのはちょっと知らなくて、ええ、その選挙で知って、うん あ選挙で知った。はい、あ、じゃ、あ大丈夫です。す <laughs> 問題ないです。はいあの。選挙が終わってから知ったって方も意外といらっしゃるっていう。ことなので。はい。ありがとうございます。選挙中に知っていただいた。いや、選挙が終わって <laughs>。終わってからですか。では、山本太郎さんさ落選してると思って <laughs>、えー。ええ。うん、山本太郎さんとその令和、そう、令和新選組ってのが知らなくて。 これすすごい話ですよ山本太郎、よくわからないって言ってる人たちが知らなかったっていうことは今まであったんですけども、山本太郎のことをちょっと応援してくださってた方が、令和新選組を知らないという状況、これはもう、あれですね、いや、あの今、ご発言された方には何も、あなんでしょう、罪はございません、ええ、これは、あなんでしょうね、知る権利という部分をですね。 え大きく既存されてるのかな、どのような候補者がいるのかってことに対して、テレビメディア取り上げてくれたっていいのにな、いや、でも政党じゃないでしょって言われることはあるんですけれども、当然なんですけれども、でも例えば、街頭、街頭で話すときにすごく熱気があって、多くの人たちが集まるとか、動員ではないのに、多くの人々が来てくださったり、4億円という個人寄付が集まったりっていうのは、現象の一つとしては取り上げてもいいと思うんですよね。 あありりががととうううごござざいいままますすすせんそうでしたかなるほど、えー、今全国回ってるんですけれども北海道を皮切りに第2弾は、えー、九州ということで、えー、九州を現在回っているところですというところなんですけれどもどうしてこの全国を回るのかってことなんですけども、えー、理由はいくつかあります一つはご挨拶えご存じないって方もいらっしゃるっていうことなので私たちや山本太郎 令和新選組という団体を立ち上げましてと選挙が終わった後もまだご存じない方いらっしゃいますんでだからこれは実際に足を運んで皆さんにご挨拶をさせていただくというのが1点でもう1点はこれまでの政治これまでの政治の中で私は一番被害を被ったのは地方都市じゃないかというふうに思ってます数々の国による失策私は失策だと思ってます 例えば消費税を増税するってこともこれ、失策だと思ってます。だって、デフレが20年続く中で、消費税を上げるなんて、こんな間抜けな政策してる国ないですよ。だってそんなこと、ねだってそんなことやっちゃったら、景気悪くなるのは当たり前じゃないかってことです。消費に対しての罰金を引き上げてるんですからってことですね。無理やり物価を引き上げるようなことをしちゃったら、当然、消費、冷え込みますよってことですね。 一方で皆さんの実質賃金、どんどん下がってる、実質賃金下がりっぱなしなところに加えて強制的に物価を引き上げたらどうなるか、みんな苦しい思いするに決まってるじゃないですか、この消費税、消費税そのものもそうですし、消費税増税ということをとってみても、これは地方に対して、より衰退を進めていくというような愚策だと私は思っています。他にも TPP。他にもえー、現在、えー、国会の中で。 これ今、話し合われている日米 FTA などなどえとにかく日本の国内産業というものがより壊滅的な状況に追いやられかねないそのようなことを進めていっているとここ6年間私が参議院の最前列に座って政治によって国が壊されていく姿を見てきましたけれどもこの6年に限らず政治をさかのぼったとしてもそのような状況が見られると。 地方を踏みつけてでも大きな都市が成長すればいいみたいなこんなような政治が繰り返されているならばやはり地方都市に住む皆さんそういう方々とつながっていって社会を変えるために何とか一緒にやっていけないかということで、えー、今現在順番に回らせていただいているところですでちなみになんですけどまあ 山本太郎も令和新選組もよく分かんない、加えて政治もよく分かんないけど、なんか今日は友達に誘われてきたんだとかって方、どれぐらいいらっしゃいますかはい、何ですかあ政治は興味ないけど、山本太郎には興味があってきたと、<laughs> ありがとうございます、ぜひ政治に興味を持っていただきたいんですよよ、ええ、山本太郎よりも面白いですよ。 ありがとうございます今、3名ぐらいの方が手を挙げてくださいました、よくわかんないけど、見に来た、ね、結構なことでございますっていうよりも、そういう方々が半分以上を占めるような状況にならないと、世の中変わらないと思うんですね、いや、それはあれですよ、えー、今日いろんなお話、皆さんとやり取りをしていきますけれども、特にその今、手を挙げてくださった3名の方々が、置いていかれないような状況、その方々も、あよくわかったっていうような、えー、状況を。 みんなみんななでで作っていけたらなと思うんですねどのように進めていくかってことなんですけれども、えー、直接皆さんからご意見であったりとか、えー、ご助言苦言もういろんなこと何でも結構です皆さんから頂い,いたことに対して山本が、えー それに対ししててててお答えををいいいいくっっここととの場でもやっていきたいと思います全国回りながらこういう形で進めていってるんですけれどもただし、えー、皆さんからのご質問に山本太郎がパーフェクトに答えられるなんてことはなかなかありえませんたかだか山本太郎ですのでその際にはもし質問された方がご存知だったら教えてくださいで質問された方も山本もよくわからないという状況の場合にはこの中にいらっしゃるどなたかで その件について知ってるよそういう方がいらっしゃったらぜひ、えー、知恵をつけていただきたいってことです皆さんからのご助言苦言提言いろんなものが私たちの政策に先々つながっていくっていう可能性もございます政治に詳しいとか詳しくないとか全く関係ないです今自分の置かれた状況今佐賀ではっていう観点でも結構です国政に関することでも何でも結構です、えー 皆さんのご自由なご発言をいただいてそれに対して山本がお話をしていくということにしていきたいんですけれども、えー、っとどなたかいらっしゃいますかあそじゃあそちらのあの元気な方 <laughs> 元気な方そのまま座っておいてくださって結構です座ったままでマイクをフォローしますありがとうございます私は名前があの 太郎の太郎の私はあの今日サシェから参りました、えー、っともう50年ほど歯科医の開業しておりまして十数年ちょっと介護施設をやっておりますでちょっと今日は介護のことに関してちょっと、えー、お話ししてみたいと思うんですけど あのまあ、私を含めてもう皆さん、まあ、必ず100%の死亡ということはもうこれはどうしてもあり得るわけでその中で、えーまあ、皆さんが死んでくる認知症だとかがんだとか心臓だったら脳梗塞だとか誤えん心肺炎だとかそういった中で介護ということは ちょっととと切り離して考えることできないと思い思ますその中で、うん、介護の在り方がまあ個人的な問題から、えー、まあ施設それから、えー、行政の問題っていう問題があると思います。で、えー、昨日でしたかちょっとあの静岡県で、えー、特養ですか介護施設が、えー、300人ですかね ちょっと忘れましたけどもう退去せざるを得なくなったということがニュースにありましたでまあ私もその詳しいことはよくわかりませんけどその中でやはり経営者の方にやっぱり人材不足ということがおっしゃっていたような気がします。で えー、このどうしても世の中の流れと人材不足っていうのも非常に厳しいものがありまして、えー、我々その介護をやっている者もあのなかなかそういった問題は個人的になかなか解決する非常に難しいものがありましてですねあのやっぱり業者へというふうな力がどうしても、えー、こう協力していますか改革していただきたいというものがあります。で もう皆さん方介護に入ったは、えー、やっぱり有料老人ホームでも中には、えー、500万1000万とか高額な老人入りました、えー、それから退去せざるを得なくなった、えー、それからあの、まあ、行政の支えのことで、えー、処分を受けて出ていかなくなったで非常にあの認知症の方と高齢者というのは、ね、住み慣れた場所を出て行ったりもう入ったらですね非常に 寿命せっかく認知症が治ってもまたぶり返したりまた寿命が短くなったりするということが非常にあるわけです。で今日そういったことをちょっと含めまして、えー、私のちょっと介護施設の在り方でちょっと、えー、そういう問題をちょっと今日、あのー、お話ししたいと思います。で、えー、一番大きなことはですね例えば皆さん方にお聞きしたいと思うんですけど、あのー、例えば公務員試験で、えー、不合格になりました。 そしたら業者への都合で、いや、ちょっとおかしかったから合格にしようと、いや、それもちょっとおかしかったから今度、不合格にしようと、どこの公務員試験にしても、会社にしても、絶対これは同意的に通らないと思うんです。で、法律ではそれはあの間違いじゃない。 僕もよく考えて思ったんですけど、ね、例えばそれちょっと例えて私も思ったんですけどちょっと不適当かもしれませんけど例えば法律では人を殺してならないと法律がならないというなんかそれに悪い人じゃないかというふうにちょっと私はちょっと個人的に思ったんですけどちょっと今,あの今から話します。あすいませんあ,あのはい 業者へのいわゆるその繰り返しその例えばどこの業者介護施設でもそうかと思うんですけどあのいわゆる処分をあの例えば不合格それから合格不合格になった時これが道義的に通るものかちょっとそこら辺はどんなものかちょっとお聞きしたいと思いましてあの処分を受けましてですね そしてそれが不合格あの営業停止それから向こうの店で、えー、営業をじゃあまたやってくださいとそういったことで新聞それぞれ発表になったわけですでそしてまたそれを書類書き換えて向こうがですねそしてまたあの営業停止っていうふうになったもんですからあのその。 行政としてそのどうなのか、ずまあう意的にどうなのか、ちょっと疑問に思ったもんですからありがとうございます、えっと、ちょっと論点が、えっと、2つぐらいあって、ちょっと私にはあの、私の頭ではなかなか理解できない部分が多かったんですが、まあえっと、この高齢者施設の閉鎖とか倒産というのが相次いでいるということですよね、まずその一点がありました、そこに対してはおそらく人材不足であったりとかっていう部分も関係してるんですか、それ以外にも何かある。 ご存知の方いらっしゃいますかね、どなたが、えーあ。ありがとうございます、じゃあ、マイクそのままスライドしていただいていいですか、ありがとうございます。すみません、えーと、今お話に出てた、えー、特養老人ホームで働いておりますで、ちなみに今おっしゃられたことは、ひょっとしたらいろいろと事件といいますか、新聞を賑わされる中で、その働き手不足で介護の手が足りなくて、 えー、施設を閉鎖しなければならなくなったパターンともう一つは、えー、理事長さんとか経営陣があの本当は施設のために使わないといけないお金を私的に流用されてそれがもとで国や県からの監査を受けた時に処分をされてこの施設はもう閉鎖しなさいというふうに言われた場合にひょっとしたらあのおっしゃりたいことは入所されている利用者さんとか。 そのご家族さんとかっていうのは非常に不利益を被ってるんだとそういうところは国や県とかはおもんぱかってはいただけないのかとそういうお話なんでしょうかあとは事務上の不備ですね事務,上の不備事務上の不備というのははいあ事務要は書類上の不備というお話ですかえっと 監査を受けて是正勧告なり指導を受けた後、えー、書類を訂正し訂正し直した書類をもう一度審査していただいてそれがオッケーが出れば特に経営の閉鎖とかそういう処分にまではならないと思うんですよで、何度も何度も指摘を受けて繰り返し繰り返しやっているという施設が最終的にあ、この施設はもう施設を正常に運用する運営する意思がないのだと 判断されてあの閉鎖処分とか降りる場合があるんですけどただ利用者さんもご家族もあのバカではないですから皆さんそういう情報は職員さんから耳打ちされたりとか職員さんがコロコロ変わるとかそういう状況で少しずつお知りになっているところが多いと思います。ですのであのそういう2つの部分のお話がメインなんですかね。 あすいません、えっと、ごめんなさいね、えっと、そうだな、えっと、その監査によって閉鎖をされるとかっつって、その利用者の方々が、えっと、何かしらの、えー、不利益を被るというのは絶対にこれなくさなきゃいけないことですね、その時に、じゃあ、代わりの経営者が、えー、どういった人たちがなるのかとかによって、おそらく、えー、なんだろうな、その利用者たち、利用者たちの、えー、状況っていうのは変わってしまうことですよね。 だいたた閉鎖されれとととここっってて別の買取くりかするんですかでも結構かなりの数今増えてきてるその倒産であったりとか閉鎖であったりとかっていうのがっていうのはあの見たことはあるんですけれども結構すぐに買い手がつくもんなんですかねもしもこれが買い手がつかないとなったらこれどうしようもない状況になっちゃいますよねおそらくねじゃあもうお金も払ってんのにみたいな話でそれなかったことにされちゃうんですかってことですかね 裁判とかでまあでも裁判時間かかるしなって話ですよねその間どうすりゃいいんですか引き取らなきゃだめなんですかとかって話ですねであの書類上の不備があってその書類を書いてた人たち書いていた人がなんか持病をお持ちでとかっていうことで何か不備があったとかって話なんですねでもその点はでも今おっしゃられた通りその事情ってものを話されたりとか その訂正っていうものがなされるんだったらそこまで大きな問題にはならなそうなんですけれどもあ今裁判されてるんですかそれあなるほどあの、ま、あの繰り返し処分がちょっと問題で今あの、ま、最高裁までちょっと、えーま、言っている途中なんですけど繰り返し処分がちょっと問題じゃないかと思っています。はい 繰り返し処分される何かしらがあったってことが前提です、ね、いや、もう最初から何も同一条件です、何にも新しい案件は出てません,うんちょっとごめんなさい、ちょっとあの私にはちょっと対応できないお話なんですけど、どなのよ対応できますか、これ。すいまませんちょっとあの、ま、だ整理してあの 何かしら何かメールとかでいただけますかね、その内容、もしもどちらのあーすみません、人手が全然足りてないんですよ、うち。だから送られてきたものでちゃんとチェックできてるか、ちゃんとチェックできてない状態ですね、あの書類で送られた、わかりました、じゃあそれまたあとでチェックしておきます、えー、っとじゃあお、お召しかなんかお持ちですか、あじゃあ、えーっと、受け取っておいてください、すみません、今、今出せますかあの はいすいませじゃあ次の質問いきますか、すみません、ありがとうございます。じゃあ、あどうぞ、じゃあ、そちらの方。単純な質問で申し訳ないですが、今回あの、参議院に2人当選なられましたけど、どうしてもね、趣旨は分かれると、 活動できにくい人を2人とも選んだ一番の理由は何でしょうかえっと要は役に,立たそう役に立たなそうな人間は生きてちゃダメなような空気感が広がっているのが今の日本なんですよで今私たちれいわ新選組で、えー、国会議員をやってくださっている船子さんで木村さんは申し訳ないんですけど生産性むちゃくちゃ高いんです生産性が高い っていうことこですね何か利益を生み出したりとかっていうことに関して例えばですけど木村さんは障害者が地域で生活をしていくという権利を勝ち取ってきた人なんですよでそれまでは何だったかっつったら施設収容ですよもう隠せって話ですね障害者は地域で生活なんてさせないっていうような空気のところからまあもちろん、えー、この木村さんの前の先輩の方々青い芝の会とかいろんな方々いらっしゃいましたけどもその流れを組,組まれてる方ですね で、えー、多摩市、東京都多摩市でそのような、えー、地域で障害者がちゃんと一人暮らししていけるっていうようなことを、えー、次々に勝ち取っていっている人で私まだ国会議員やってる時2015年とかそれぐらいでしたかね、えー、とこの方と交流がありで 厚労省に対して交渉をするっていう場にも何度も私一緒に行ってるんですね場をセッティングしてでこの方が、えーまあ、マイク回しをするわけです何かというとその省庁との交渉との間に立つもちろん、えー、当事者としても発言するしで、えー、厚労省側にも意見を求めたりとか他の人が発言させたりとかっていう役割を担ってるんですけどむちゃくちゃ優秀なんですよ私この人国会議員になったらいいのにってずっと思ってたんですね 何年も前から一方、船子さんは、えー、ご,自身ご自身の事業所、まあ、副社長ですけれども、えー、そこでお仕事をされているということですね、はい、株式会社アースの副社長をされているということなんですよで、ALS 要は全身動かない筋肉がどんどんあ衰えていくあの使えなくなる。 っていうようよなあのご病気ですけれども、ALS という状況にありながらも、社長業をやられている方っていうのは他にもいるんですよ。で、話は戻ります、どうして活動しづらそうな人を国会に送るのかってことですけれども、活動しづらい人がいるんだったら、活動しやすくすればいいじゃないって話なんですよ。そこを配慮するのは誰ですかって言ったら、国会なんですよ。合理的配慮って言います、合理的配慮。 障害者の権利条約っていう世界との約束を結び、東して、えー、東,京の東京オリンピック・パラリンピックのホスト国でもある、そのような国がやはり障害者施策っていうのが、えー、かなり遅れてるっていうのは、これ、世界にとって恥ですね、そういう意味で,そういう意味でも私は、えー、船子さん、木村さんが中に入ることによって、合理的配慮というものを国会が進めていけば、これは地方議会でも進み、 全国的にそのような扱いになっていくと弱者って言葉がありますけど私実は弱者なんていないと思ってるんですよただ支援がなされていなくて弱者という立場に追いやられてるだけで誰しもが引き上げられたりとか必要なものっていうサポートを受けられればどの人も私はあのー、なんだろうなあ非,常非常に活動的に生きていけるんだというふうに思ってるんですねで 生産性で人間の価値が測られるような社会なんですよ。今、私が感じるには。何かの役に立ってるんですかっていう話ですね。会社の役に立ってんのあなたみたいな。社会の役に立ってんのって。で、生産性で人間の価値が測られるってことは、何かしら利益を生み出さなきゃ認められないっていう社会なんですよ。そんな社会だったらどうなるかって言ったら、当然殺伐とします。 生産性が自分にはあるんだってことを証明していかなきゃ生きてる価値がないって思われる世の中って地獄なんですよ自分が生産性が高いということをアピールするためには他の人を平気で踏みつけなきゃそんなこと証明しきれないんですねそんな地獄みたいな世の中に住んでたいかってことなんですよ私は住んでたくないでも今そういう空気になってないかって生きるのが苦しいです経済的にも精神的にもっていう人たちに対して あなたが頑張らなかったからじゃないのっていうような自己責任論ですよね、そういうのがどんどん拡大していってる世の中、これがいくとこまで行くと何になるかっつったら、私は命の期限までも決められてしまうような世の中になるんじゃないか、例えば高齢者、いくつまで生きるつもりなんですかって大変なんですよ、あなたの、あなたを長生きさせるためにどれだけお金かかってると思うんですかって若い人たちに負担させるんですかって あなたが生きたいがためにみたいな世の中になりかねないって私思ってるんですね。そのなりかねないって思っちゃうところには、この国の権力者たちが過去にいろんな発言をしてるってことです。例えば、えー、麻生さんですね、これ。麻生副,大臣、えー、副総理。2016年、北海道小樽で集会で発言されたこと。90歳になって老後が心配とか。 訳のわからないことを言っている人がテレビに出ていたけど、お前、いつまで生きているつもりだと思いながら見ていました、こういう人が命に期限を設け始めるんですよ、理由は何財政、圧迫されてる、財政問題を入り口に、これ、人間の命の期限が決められるような状況が、私、将来的に来てもおかしくない状況だなっていうふうに思ってるんですね。 だから生産性で人間の価値を測らせないということを、これ社会の約束にしなきゃダメじゃないかってことです。私が思うに。生きてるだけでいいっていうような社会を担保しなきゃ、次は切り捨てられるのは私かもしれないし、あなたかもしれないし、そんなせちがい状況の中に生きてたくないですよね。でもすでにそうなってる。だって毎年2万人超える人たち自殺してますよって。毎年50万人超える人たち、 自殺未遂してますよって。死ぬぐらいだったら、全く違うところで人生始めりゃいいじゃないかっていうようなことを言う人いますけど、もうその状況に陥っちゃってたら、違う考え方なんてできないですよ。もう死ぬしかないっていうようなマインドになっちゃってるってことですね。追い詰められてるってことですよ。過労死って言葉が世界で通じるんですよって。台風とか過労死とか。 ね、日本語でも海外で通じるっていうものの中に過労死が入ってるんですもんね、狂ってますよ、こんな社会、壊れてますよってことなんですよ、そこに対してブレーキとなり得るのは、私は当事者、しかも一目で分かる当事者、そういう人が中に入ることによって、この問題に対してしっかりと対峙する、議論するってことが始まるんじゃないかというふうに思うんですね。 だから船越さんや木村さんが国会の中で活動しづらいという部分があるならばそれは国会が変わらなきゃだめなんですよ国会が合理的配慮を行う必要があるということなんですねで今国会の中で何が話し合われてるかっていうか話し合われてないんですけど問題が上がってますと何かというと、えー、国会議員には質問,質問権があります例えば委員会 それぞれ委員会入ってます。例えば、船子さんだったら、えー、文科委員会、えー、文部省マターの委員会、で、えー、木村さんだったら、えー、国土交通委員会かな、えー、国交省マターの委員会ってことですね。それぞれ委員会入ってます。で、本来ならば、厚生労働委員会ってところに入りたかったんですね。だけど、大人気なんですよ、厚生労働委員会。なかなかもらえない。で、一挙多着 与党側が圧倒的に数が多くて野党側が少ないんだから私は与党側が合理的配慮としてその委員会の席を譲ってくださった方が世の中にとってプラスな議論が生まれるということでお願いしてたんですけれどもそこはスルーなんです無視国会で安倍総理が施、えー、政方針演説の時に 国会が始まって私たちこういうことやっていきますってことを喋るときに、船子さんのことをね、紹介されたんですよ。政治利用はするけど、実際政治の場ではそういう譲るってことはしてもらえないってことですね。野党側に頼めって。野党側に頼めって、ただでさえ数少ない。しかも厚生労働委員会なのに。それぐらいの余裕見してほしいですよね。それぐらい。懐の深いところ。で、今、もう一個問題が、う、あのー、あるのは何かっていうと、船子さん。 船子さんコミュニケーション取るどういうふうに取るかって言ったら例えば質問委員会の中で質問するときには原稿をあらかじめ作っていく作っていたものを作っていったものを誰かが代読するもしくは、えー、っと読み上げ機みたいなもので、えー、にあの機械音で 私は船子康彦と申しますみたいなね、音が鳴るような形で質問をしていって、返答をしてもらうっていう形で質問をするんです。でも、それだったら、このやり取りの中で生まれた疑問に関しては質問できなくなるじゃないですか。あらか,みあらあらあらかじめ事前に、えー、準備をした書面だけであるならば、そこで生まれた疑問、現場で生まれた疑問はやり取りできなくなるってことですね。でも、やはり,やり取りしていただく必要があるわけ。あ やり取りしていただく必要があるわけだから文字盤を使って要は動くのが瞳ですから瞳は動くので例えば「赤かさたでこう自分のまきをして「あ行だ」でその下に行くでそれで1文字ずつ紡いでいくっていう作業なんですよね文字盤を通して質問したいことを例えば文章を作るとしたらでもそれって時間かかるじゃないですか他の議員と同じように。 ああ、思いついたみたいな形で手を挙げて発言することは無理なんですよね。だとするならば、文字盤を使う時間は、質問の時計を止めてほしいんですよ。だって他の議員が20分、同じようなね、同じような会派の大きさで質問時間が20分、20分、20分。で、えー、船越さんも20分っつっても、他の人と船越さんの20分は全然違いますよ。この文字盤を読む時間まで入れられちゃったら。 当然ですよねだから時計を止めてくれっていうことを言ったんですけど、止めてくれないんですよ。ひどくないですか合理的配慮できてないんですよ。それを野党側にもお願いしたんですけど、えーと、党のトップの方に言ってくれって、何言ってんだって話ですよ。その委員会の中には野党側の理事もいるんですよ。野党側の理事、数が多い方が筆頭理事、自民党側、で他にも理事はいる、野党側にも。 その現場で起こっているその人に対しての不合理というか、マイナス面なんだから、そこの現場の委員会のトップ同士で話はいいじゃないかってことですよ、求めればいいじゃないかってことなんですよ、こっちは判断できないから、党の上の方に言ってくれって、すごいですね、会社員的です、非常に。会社員の方に失礼ですよ、そんなこと言ったらね、申し訳ないと思うんですけれども。 まあえー、とこの問題に対しておそらく時間がやっぱりかかりすぎるだから文字盤を読む時には、えー、一度時計を止めてということが、えー、形になるまでにはもう少しかかるだろうと要は重度障害者や難病患者が国会の中に入ったとしてもそれに対しての合理的配慮が行われるようになるまでにはやっぱりステップは一個ずつ踏んでいかなきゃいけないんだなっていう感想ですすいませんあの、はい とにかく生産性で人間の価値を測らせるような世の中をもうやめにしたいってことですね。もうこれ以上死にたくなるような人を増やしてどうするんだってことです。そのためには生産性で物事を語らせない代表格みたいな人、ネタ切り界のトップランナーって私呼んでるんですけど、ええ、そうですよ、だって、ええね、ネタ切りであったとしても、こんなに豊かに人生を送れるんだぜっていうことをよくよくご存知の方なので、これはその議論に 入っていただきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。えー、どなたかございますか他に。ありがとうございます。じゃ後ろの帽子被られてる男性、はい。そのまま手を挙げておいてください。マイクフォローします。はい。坂、えー、にお越しいただいてありがとうございます。 えー、佐賀はです、ね、今、オスプレイ問題というのを抱えてまして、えーまあ、賛成派と反対派がまだ、えー、あるんですけれども、まあ、賛成派の方の話を聞くと、まあ、もしできたらあの、まあ、財政が県の方でも、ね、潤うんじゃないかとかいう話も聞くんですけれども、まあ、このオスプレイ配置についての山本さんのお考えを聞かせていただいてよろしいでしょうかありがとうございます、まあ、未亡人製造機ってやつですよね、よく言われるのが。 えー、あの私、防衛装備、これ、自衛隊が使うものっていうことですよね、防衛装備品、私、買うなってことは言いません、だって必要なものを買わなきゃしょうがないじゃないですか、だって必要なんだからってことですね、でも必要でないものまで無理やり導入するなよってことなんですよ、買わされるなって話なんですね。で非常にあの アンバランスな買い物をさせられてるっていう話が私、アメリカとの関係だと思うんです、そのえー、防衛装備っていう部分、まあえー、軍事に関するものですよね、で、まあ、佐賀にとってオスプレイは必要かどうかってことなんですが、これ、佐賀にオスプレイが入ってきたら、財政どれぐらい変わる話なんですかね、ごめんなさい、勉強不足で、ご存知の方いらっしゃいますか。 今ほらオスプレイが入ってきたら財政的にちょっとプラスになるんじゃないのみたいなお話をされた方いらっしゃいますけれども、あ百億円５回もらえるんですか？あそういうことですかびっくりした。二 <laughs> 十億かける５、一年ずつで。 すいません。あ思いが溢れててマイクのしでもよく聞こえる声出してねありがとうございますまあでも20億ポッチしかもらえないのかって話ですよだから20億何で補填しなきゃどうして20億の金が必要かって言ったらおそらくあれですよね地方に対しての交付金減らされていってるからその穴を埋めなきゃいけない一つとしてオスプレイみたいな話が出たら当然 お金回してる方としては飛びつきたくなる気持ちは理解はしようと思いますけどね、理解できる話だなとは思いますけど、でもこれ、どうなんですか、完全に割れてるんですか、割れてない、割,割れる、割れないの話にまで行ってないってことですか割れ,で割れる話にまで行ってないって方と、そうじゃないって方がいらっしゃるので、そうじゃないと今お,しあのおっしゃってる、男性の声がしましたけども、ご発言されませんか、どなたか。 じゃあそちらかからら先に行きますかじゃあそちらの方のお話を先にしていただいて手を挙げてもらってもいいですか、マイクで。はいいありがとうございますでそれに対する違う意見がある場合にはまたお知らせください、はいは、えっと、私はあの佐賀の市議会におりますが、えっと、特別委員会というのが防衛省が来たときにすぐできたんですけれども結局、地元の有明海の本当にのりの生産日本一という。 有明海の海がどうなっていくのかとか、そ,れかそもそも佐賀空港ができたときに、自衛隊との共用はしないという約束ごとを漁協と県がしていたのに、それを全く飛び越えて防衛省がやってきた、そのことに対しての怒りとか不信とか、そんなことがあるわけなんですが、佐賀市議会での特別委員会はその、当事者の人たちに直接話を聞くことも特にしていないと、実際は。 しないまま今もの特別委員会ない状態になってるんですね。で、えー、県議会が主な舞台なので県議会の方でまたどうなってるかはまたあの言ってもらったらいいとは思うんですが市議会も県議会も容認決議を途中で挙げてしまったんですよね。だけれども住民,の住民に対する説明会というのはその南部地域のあの 場所しかか地域でも開かれてないな防衛省がずっと説明会を開いたんですがその佐賀空港のある南部地域でしか開かれていない佐賀県全体でどうなのかとか佐賀市全体でどうなのかという説明会も開かれていない今知事もあのその地元といったら本当地元のことしか考えてないんですが実際は佐世保のアイノーラ駐屯地との関係であの行き来することにもなるし。 あの本当に佐賀県とか北部九州全体の問題になるにもかかわらず市民にきちんと何がどうなってるかっていうことを説明し、えー、どうなんだっていう議論をする場がちゃんとないままになんかこう地元対策としてその 20, 20億円かける5年の100億円とかですねそんな話がこう出てきてしまって知事も今その話でなんかこうまとめようとしてるというふうなね。 そんな状態になってますが実際は本当に納得してないと思いますよ私は、はい、ありがとうございます、まあ、説明会はその一地域のみでしか行われていない、まあ、全体の問題じゃないかっていう話なかもしれませんけど、まあ、なんか原発と似てますね、やり方がねという話なんですけど、まあ、でも、約束してたんですね自衛隊と佐賀空港はこう共有しないよっていうことなんですけどそれがなし崩し的にもう飛び越えてきたんですねはあ、ひどい話ですね。 これに対してまあでもオスプレイ受け入れてあのー、もらえるももらっといた方がいいんじゃないかって思われる方はこの中にいらっしゃいますか。いらっしゃる。ご意見聞かせていただいていいですか。あちょっと待ってください。今マイクをあ手を挙げてください。マイクをフォローするのでどなたか分からなかったらはい。はめまして。あの自分はあのー、建設業界の今会社経営しているものですけども今の。 あの佐賀の建設業界というのはもう仕事をもらっている状態なんで,すんですよ。それでこういう20億でも作ってもらえればうちらはありがたいです本当に仕事ない状態です。そら市民の方はみんなは,そはオスプレイ反対の方もいるんですけど。 こっちは問題なんですよ仕事がないという状態他同じようなご意見といいますか、えーとまあ、もらえるものもらってオスプレイは引き受けてもいいんじゃないかと思われる方他にいらっしゃいますかご意見言っていただける方じゃあ一番後ろの方手を挙げてくださってますそのまま手を挙げておいてくださいマイクフォローしますえっとあの <laughs> オスプレイ反対の人とか賛成の人とかそれから先ほどの建設業界の人のお金の話とか、えー、確かに佐賀県全然お金がなくて仕事もないそれから過去の歴史であの、えー、公共投資とかそういうのをどん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 、えー、箱から人へというような感じで変えていったんですけど、えー、でこういう建設業界の人たちが若い人たちが就職地方ではもうしなくて。 大手のゼネコンは就職率はいいんですけどもそういう状況なのでやっぱりそういうお金の話っていうのもあるかと思いますあともう一つはいつもそのオスプレイの時に僕わからないのはオスプレーって本当に危険なのかどうかっていう科学的論議っていうのがなくて感情的な話し合いばっかりで非常にニュース等を見ててもなんかそういう視点でオスプレイは本当に危険なのか本当に、まあ、あの事故の起こらない機会っていうのはありませんので。 そういうことをなんか論議した遠慮なく話せるようなですね反対派の人の顔が怖くてみんな言えないというような状況があるそういうのをなんか感じておるのでただちょっと意見させていただきましたありがとうございますまあえっ、ー、と状況をちゃんと把握されてない方だったりとかまあフラットにニュートラルに物事をちょっと判断したいなと思われている方に、えー、取ってみればすごく熱意のある あの意見っっってていいいうううののははちちょとと引いちゃう部分があるっていうのはあ,のあるる思います私も2011年に原発爆発した後になんとかこれを多くの人に伝えなきゃいけないと思ってあまりにも熱がこもりすぎてて、えー、言われたことがネット上で「山本太郎宗教にでも入ったのかな」みたいなこと言われたんですね。<laughs> えーまあ、入ってなかったんですけど <laughs> どう出てきそう。 ちょっとでオスプレイが危険なのかどうなのかっていう部分ですけれどもそれに対して実際に科学的とかっていう話よりも実際にどういう運用の途中にどうなったかみたいなことを見ていく必要があるだろうなってことですね。えー、オ,プオスプレイ関連オスプレイ高性能じゃないんだよ、事故率高いし米軍もできるだけ経営してるみたいな話が、えー、ありますね。 2枚、えー、オスプレイは海兵隊の主力輸送機なんですかっていうなんですけど、えー、米軍安全センター公表アフガンでの海兵隊航空機運用状況2010年から12年ちょっと前のことになりますけれどもアフガニスタンのオスプレイ運用率ヘリ機能を持つ6機種のうちで最低の1.02%その同期間のオスプレイの事故率戦闘機などを含めた12機種平均の事故率の41倍。 他にはオスプレイに対する専門家の否定的な見解アメリカ国防研究所元主任分析官レックス・リボル氏の報告書海兵隊の保有数250機のオスプレイの飛行時間は723時間保有,保有数150機の UH1Y ヘリは1万6000時間以上いや全然飛んでる時間違うっていうことですね。 えー、海兵隊は今後、給油のできない長距離飛行など特別任務を除きオスプレイの大半を退かせるのではないか、えーえー市,民体えー、市民団体のリムピースっていう方、えー、リムピースの方なんておっしゃってるか、まあ、市民団体の方ですけれども、えー、オスプレイの点検整備の周期が短いのは不具合が多いからじゃないかと使い勝手が悪く部隊から信用されていないということが見れるというようなご意見もありますということですね。なので、あので、ー、あ これね、いろいろ分けて考えなきゃいけないと思うんですよ。今、生活が苦しいから、目の前にばらまかれるお金に掴み取りたいっていうことって、これ原因なんですかってことも考えなきゃいけないってことですよ。どうしてこんなし,しんどい状況にされてんのって。地方の、地方に交付されるお金っていうのが年々絞っていかれてんでしょって。民主党政権前、 絞られ民主党政権でそれがまた増やされでまた現在も絞られてるってことは私北海道の首長さんとお話ししたときにだいたい1割減ぐらいされてると今だから40億円とか30から40億円ぐらいのお金が絞られるこれ地方の行政にとっては大問題でこれ基金から崩しながら回していってるんだ今って話をされてましただから一番コントロールしやすいのってそうやってこういつでもなんだろうな ギギリギリの状態にそしたら飛びついてくれる可能性あるってことじゃないですかってことなんですよ。えー、っと5年で100億っていうのをぶら下げたらもうしょうがないかっていう気持ちにされかねないってことですね。ここれっってて健全でですすかってことなんですよちゃんと自治体としてそこが判断できるぐらいの地方交付金が配られていた上でこの件についてどうですかだったらわかるけれどもお金を絞り続けていったついにそんなことってひどくないかって話ですね。 やり方が汚いいいっってうう意味でではは私はちょととないなと思うんですで何よりもそもそもの約束これひっくり返されてることについてやっぱこれに対して一番怒らなきゃだめじゃないですかなめられてんですよ佐賀の人たちがさすたばで金叩いたらうんって言うんだろっていう話なんですよだって自衛隊と民間の共有をしないっていう前提から始まってるわけですよねであの建設業が厳しい っていうのはこれ多分全国的にそうですね。じゃあ、この全国的に厳しい状況を作ったのは誰ですかってことなんですよ。民主党の仕分けですかって違いますよって。民主党なんか3年ぐらいしか政権を持ってませんから。一番首絞めてるのは誰かさ、自民党ですよってことなんですよ。<laughs> 建設業を関わってる方々が一番怒らなきゃいけないのは自民党に対してなんですよ。 だから、もう仕事をいただいてるのでっていうような姿勢で言っちゃだめだってことです、関係性が逆転しちゃってるってことです、一番偉いのは誰だってったら、この国の有権者ですよ、だって、権力者なんですからね、主権財民一番権力を持っている人たちのそういった団体、建設業の団体,だかだ団体だとかっていうのがあるんだったら、そこが本当は自民党側に対してもっとお金を出させるってことを、お尻叩いていかなきゃいけない。 でもそうはなってないってことですね。どのような状況になってきてるかっていうのをちょっと過去を振り返って見てみたいと思います、えー。公共事業みたいなものですね。公共事業は悪だみたいな話ありますけど、っていう人もいます、極端な人では。私はそうは思ってない。コンクリート,リートから人へみたいな話もありましたけど、これは大きな間違いです。コンクリートも人もなんですよ。両方だって話なんですよ。公共事業も必要。だってコンクリートの耐用年数どんどん。 ねえこれ、迫ってきてるんだから、やり変えなきゃいけない、災害もこれだけ多い、他にもいっぱいありますよ、公共事業でや,りなやらなきゃいけないこと、歩道、バリアフリー化しなきゃいけないし、だから、公共事業ってひとまとめにするのは良くないっていう話です、でこれから見ていただくのは、えー、公共事業よりももっと大きな単位、公共投資という部分で見ていきたいと、えー、公的固定資本形成ってものを見ていきます、それなんだ、政府が作る道路などのインフラの整備。 他にも公団公社が行う設備投資とか住宅投資とか公共投資ってもので見ていきますはい、えー、ちょっと見にくかったらごめんなさい後ろの人これ推移なんですよ1994年から2016年までの間何を表しているかってことなんですけどこの人橋本龍太郎さん消費税を5%に上げた人ですよね後に上げたことが間違いであったことを認めた人この橋本龍太郎さんの時代からその先 小泉さん、日本を、日本をぶっ壊した人、小泉さんですよね。自民党をぶっ壊すって言ったら、自民党だけぶっ壊してこれればよかったのに、日本までぶっ壊したっていう張本人ですけれども、この橋本さんから小泉さんまでの時代の間に、この公共投資、半減してるんです。半減。半分にされちゃってる。もうちょっと見てみます。はい。持にするとこんな感じ。96年、48兆円ほどあったものが、 2007年には27兆円程度になっちゃったってことですね。10年間の間で半減ですよ。投資を半分にしちゃったってことですね。当然、成長するはずないじゃないですか。投資がないのにリターンなんてないですよね。じゃあ、この間に起こったことは何かって言ったら、当然、中小零細でバタバタ倒れた人たちもいるだろうし。で、今も苦しいっていう状況がずっと続いてるってことですよ。 建設と自民党はべったりだとかって言うけれども、そのべったりと言われる人たちでさえもこんな目にあってるってことです。べったりじゃない人たちなんてもっとひどい目にあってますよってことですね。まずここを怒らなきゃいけないってことです。これは建設をやられてる方だけ、方のみならず、みんなで怒らなきゃいけない。だって、雇用を生むんですよって。人通り、車通りが少ない道路なんて作るなみたいな話じゃないですよ。 移動する権利があるんだってことですよ。どこに住んでいたとしても、アクセスは守られなきゃダメだってことですよ。国の責任として、行政の責任として、そういうことをやっていかなきゃなんない。公共事業は必要なんだってことですよ。公共事業消しからんみたいな話の延長線上に、水道民営化みたいな話もぶら下がっていくんじゃないですか。命を脅かすことにもつながっていくんだぜってことです。雇用も守れる、関連、会社、いろんなところにお金が落ちて、一番成長が目に見えて分かりやすいのが、 建設なんですよね。その人たちさえもひどい目に遭ってる。じゃあ、あのー、なんだあれ。あ、なんだあれやってごめんなさい。民主党、すいません。<laughs> 名前が変わるから忘れやすいっていうね。すいません。あの、民主党政権時代の仕分けとかあったじゃないかって言いますけど、とんでもないですよって。何言ってんだって。見てみてくださいよ、ほら。27兆から24兆、3兆円程度しか減らしてないんですよ。コンクリートから人へっつったって3兆円程度。もっと大胆に、 どかんと減らして、この国の成長を止めたのが自民党なんですよ。ここをすべての人たちとシェアしたいんですよ、建設の方々も。何やってんだと、もっと金出せってことです。どの分野にもってことです。例えば教育で見てみましょうか。えー、OECD で見てみます。OECD、教育機関に対する公的支出。 対 GDP 比、経済規模で見たときに、教育にどれぐらい金使ってるかってことを見るってことですね。この順位が低ければ低いほど、その世帯、その家族、その個人が、教育に対してお金を払わなきゃいけなくなるってことです。見ていただくと、ちょうど真ん中、OECD 加盟国、まあ、よく先進国グループなんてことも言われますけれども、OECD の加盟国の平均がここ。平均が黄色。日本どこ一番右、最下位なんですよ。 で、えー、高等教育、大学、大学院などなどを見てみると、高等教育機関への公的支出、対 GDP 比、経済規模で見てみたときに、どれぐらい金入れてるか、えー、大学、大学院の教育に対して、平均がここ、日本は一番右、最下位、北欧諸国、北欧諸国の3分の1以下、最下位、むちゃくちゃですよ、教育受けたいって若者に対して借金背負わせる。 借金背負わせるだけじゃなくて、これ、利息まで取ってるんですよ、利息まで取って、年間350億円程度、これ、利息、生まれるわけですよね、金融機関に差し上げるですって、金の出所間違ってんだろうって話なんですよね、むちゃくちゃですよ、えー、若い人たちに投資をする、先行投資とかっていうような考え方は全くない、どっちかっつったら、その若い人たちさえも金を生み出す。 えー、そ,その人たちからも絞り取って企業側に差し上げるような道具程度にしか思ってないってことですねで建設とか、えー、教育とかありとあらゆるものに対して、えー、どん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 投資っていうものが減らされてるとでこれ全体で見てみましょうかってことです、えー、IMF 見してくださいはいありがとうございます、えー、IMF 国際通貨基金 の、えー、のデータをもにグラフ化したものです140カ国以上のデータ、戦争、紛争をやってませんという国々、140カ国以上のデータをもとに、20年間のデータで見ました、1997年から20年間、内容は何か、政府総支出、国がどれぐらい金出してますかということですね、ざっくり言ったら、政府総支出の伸び率、伸び率です。 20年間で見たときに日本、どこにいる ?140 か国は並べられない、だから間は抜いてますけれども、結果は一緒、どこにいます最下位なんですね、で、投資しない人にリターンありますかっていう話なんですよ、そんな都合のいい話ないですよね、で、次見ていただくのが先ほどと、えー、同じネタ元、IMF ・国際通貨基金と。 で140か国以上、戦争、紛争をやっていない国々、そのデータ、20年間、1997年からの20年間の名目 GDP の伸び率、ざっくり言ったら、どれぐらい成長したってことですね、日本、どこにいます見えますよります。グラフにもなってないんですよ、グラフにもなってないんですよ。 むちゃくちゃゃくでしょ20年以上デフレが続いている国、日本以外にあったら教えてくださいって安倍総理に今年の初め、私がまだ議員やってた時に質問したんですよ、そしたら帰ってきた答えがございません、それはそうです、どの国も成長している、どの国も緩やかなインフレ、20年以上デフレ、病気なんですよ、完全な、完全な病気なんですよ、どうしてこんなことになるのって、理由はいくつかありますよね。 みんなの賃金がどんどん下がっていって、物買えなくなる、じゃあどうしてどんどん賃金下がっていくのってったら、これ自民党がまたずっとやってきたことですよ、新自由主義政策、レーガン、ねえー、サッチャーとか、そういう時代に、長曽根さん、そういう時代からスタートをし、国営企業的なものも全部民間にされていって、労働組合もどんどん壊されていって、で生産性向上とかっていう話のもとに賃金、どんどん安くなっていく。 生産性向上させるには賃金、これ、カットしていくっていうのが、一番企業にとっては、儲ける道としては早いよなってことですよね。賃金どんどん下がっていくっていうことで、みんなどんどん貧乏になっていったことに加え、国が投資をするっていう部分に関しても、どんどん蹴散り始める、世界一のどけち国家ですよ。たとえ投資をしたとしても、その間にみんなから金を抜き取るような増税なんかされたときには、 これ、貧乏なるに決まってるじゃないですかって。デフレ20年続いてる中で、何回消費増税してんねんって話ですよ。そんなまぬけな国あります存在しないから、日本だけ20年以上のデフレが続いてるんですよね。あまりにもまぬけすぎるっていう話なんです。じゃあ、何をやるべきかっつったら、国が投資をするしかないんですよ、人々に。地方に対しても。だって地方なんてお金すれませんよ。 自分たちの手持ちの財源以外は使えないですよ。これほぼ家計に近いものがありますね。でも国は違いますよって。国はだって、円発行できるじゃないですか。お金がないんだったら投資するために、みんなのためにその量を増やす以外ないんですよってことです。政府の支出、政府が出す金を増やす以外ないんだってことですよ。 これ以上借金増やしてどうするんだって話もありますけれども、後ほどそのことについてはお話ししたいと思います。で、先ほど言ったオスプレイに対してどうするのか、ここまで仕事がなくなっている状況でっていう窮状はあると、けれども、その窮状を生み出したのは誰なのかってことをもう一回見つめ直さなきゃだめだってことです。国内のみんなの生活、ボロボロにしたの誰よってことをもう一度見つめ直さなきゃいけないってことですよ。 痛みを伴う改革って、その改革した後何が残ったってさ、より痛くなったって話ですよ、これ。痛みしかないわって話ですよ。で、提案した人たち、何も痛んでないんですね。あまりにもありえない状況ですけれども、話戻ると、政治的な決定によって、皆さんがどんどん貧しくさせられてるっていうところに目を向けなきゃいけないってことです。じゃなかったら すべて場当たり的な状況になっちゃうじゃないですか、しょうがないじゃないか、今こんなに苦しいんだから、もうもらえるものはもらっとけっつって、前に結んだ約束さえも、市民側から保護にしていくような方向にしちゃったら、これもう無茶苦茶ですよってことです、私はそう思います。<laughs> そのためにはどうしたらいいかって、政権交代する以外ないんですよ、政権交代する以外。 まあもちろん政権交代するといっても野党の中にも緊縮、要は土下地路線を貫こうとしている人たちもいます、でもそれじゃあ無理だぞってことをやっぱりメッセージとして伝える必要があると思ってるんです、私。もっと金出すってことをしなきゃ、20年以上世界に類を見ないような、間抜けな経済政策を続けて、多くの方々を貧乏にさしたっていうこの現実と向き合うためには、当然底上げがされなきゃだめだってことですよね。 どれぐらい厳しい状況に置かれているか、えー、厚労省の調べ、ありがとうございます、多くの方々が貧しくなっていってるって話ですね、厚生労働省国民生活基礎調査、生活が苦しいという世帯 57.、57.7%、母子世帯 82.、82.7%、これを本人の努力が足らなかったからっていう空気の中にさらされてるんですよね。 本人の努力が足らない人たちがこんだけいたって、これ、本当ですかってことですよ。私は、これ、構造的な問題だろうとしか言いようがないんですね。皆さん、どう思われます政治が作り出したもの以外、ありえないじゃないか、こんなのってことですよ。少なくともこうならないように、手を打つのが政治なんだろうってことですよ。当然ですよね。それが残念ながら、えー、っと、 自己責任でよろしくと、自助自立みたいなことを平気で言うんですよ、政治家がってことですね、自助自立って言うんだったら、あんたは税金で食べてんじゃないよって話だと思いません私はそう思う、貯金ゼロ見してください、すみません、ありがとうございます、これ、国会の中で私が使いすぎたら、もうとうとうあの日銀が調べ方変えたんですよ、要は連続した調査として比較できなくなっちゃったってことですね。 ええ、本当に嫌だったんでしょうねえ、一人暮らし、日銀の調べ、一人暮らし、貯蓄ゼロ、どれぐらいいるか、20歳代61%、30歳代40.4%、40歳代45.9%、50歳代43%、ひどくないですか、これ、ちょっとひどいですよね。問題が2つある、1つ、少子化は加速する以外ない、だって自分一人生きるだけで精一杯なんだからってことですね。 二つ目、若年から中年にかけて、いつかは高齢者になる。その時に資産形成もできていない。誰が面倒を見ますちゃんと年金もらえてる人たちでも2000万から3000万ぐらい貯めておいてくれよってことを言い出す始末ですよ。この人たちが高齢者になった時に誰が面倒を見れる見れませんよ。のたれじの、のたれじにする以外はないんじゃないですか冷静に考えて。 分かりきったことじゃないですか、もう、そんなことさせられる地獄ですよ、待ってる将来は。これ以上借金を重ねていけば、これは負の遺産を次の世代にみたいな、間、ま、抜けなこと言ってる人います。ええ、もう本当に政治家やめていただきたいと思ってます。どうしてかって、これをそのまま将来にまで推移させる方はが、私は負の遺産だと思うんですよ。 大変な状況ですよ、のたれ死にしなきゃいけない状況の人たちを、これだけの数、もっとでしょ、おそらく、今やれることどうしてやらないのって、ここ救う、まあ、ここだけじゃないですよ、これ以外の、だって全世代横断型の問題ですから、貧困であったりとか、生活困窮っていうのは、そこに対して今大きく底上げをするために、国が金出さないでどうするんだってことですよ。やり方はいろいろあるでしょう、例えば税金で取るってこともできますよ。 あるとこから取りゃいいやんっていう税金だってできるし私は新規国債の発行を持ってしてでもどんな手を使ったとしても人々の生活を底上げし日本の経済を立て直すってことをやるのが政治の今の使命じゃないかって思うんですけどいかがでしょうか <laughs> まあおそらく、えー、私の今の話してる内容に関しては財源はどうするんだとか。 いろんな問題出てくると思うんですけどそこを質問していただいても結構です新規国債のことでも結構です全く違うところでも結構ですあで、オスプレイに関してですね苦しいという部分は終わりでしょうとでもそこに乗っかっちゃうと次から次来るよっていう話ですよね次から次押し付けられるよってことだと思います逆にもうコントロール権を取り戻すっていうことを始めなきゃいけない時に来てるんじゃないかってことですね オスプレイも一つのきっかけかもしれないし、経済的困窮っていうのも一つのきっかけかもしれないし、政治をみんなで変えていくってことを、私はやっていくほうがいいんじゃないかなって思うんですね。もちろん苦しい立場に置かれている方々にとっては我々、我れわれ思もすがりたいっていうかね、状況っていうのは終わりでしょうけれども、うん、あとはもう、佐賀の皆さんが熱く議論していただくしかないですね、冷静に。 <laughs> 冷静に語らないとドン引きされちゃう方もいらっしゃいますから、えー、というわけで、えー、次の質問いきますか、ありがとうございますじゃあ、あのー、今、手を挙げられた、えー、眼鏡をかけたそのチラシを持った方、そのまま手を挙げておいてください、マイクフォローします。えー、原発がなな、えー、なくくらいい本当の理由はずばり教えてください 原発がなくならない本当の理由、はい、私は二つあるのかなと思います一個金でしょ一個金じゃないですかでもう一個はちょっと疑わしいんですけどあのー、核核を持ちたいでも核を持ちたいんだったらもう十分すぎるぐらいプロトニウムあるんですけどね売るほどプロトニウムを持ってますから <laughs> 核を持ちたいという理由で原発を続ける理由っていうのはないと思うんですけどやっぱりお金じゃないですか 原発やめるっていうことに関してやっぱり関係する企業があまりにも幅広すぎますよね電気メーカーね、えー、電力会社で建設会社銀行でありとあらゆる既得権益っていうものが、えー、そこにあるわけですよねでその立地帯にもそれぞれの地方でそのバージョンがあるわけだからでここまでうまくきたんだからこれ俺たちから取り上げるなよっていうような感覚なのかなと思いますね というか、もう1回事故起こったんやから、行けるとこまで行こうぜ、ロックンロールみたいな感じにしか見えないんですよ、私から見たら、おい、ロックンロールちゃうやろって、勘弁してくださいよっていう話ですね。まあ、だからあの、南海トラフ地震がやってくると言われてますよねで、この時に20年間ぐらいの間の経済的損失っていうものを土木学会が出してて、1400兆円ぐらいの損害が出るという話をされてるんですね、経済的損失。 その1400兆円ぐらいの被害を被るような大きな災害に原発が耐えられるとは私、思わないんですけど皆さんいかかがですか耐えられるって信じたいだけみたいな話かもしれないですよね大丈夫だっていう方は今、なんか手を挙げられてる方いらっしゃいます、マイク回してあげてください、そのまま手を挙げておいてください、マイク回します。 どうも、斉藤です。えっ、ー、と、私は別の視点からですね、ぜひこの問題について切り込んでいきたいなと思っていますえ。私の職業は船員です。商船の今、船長職を務めています。えー、山本さんももうここはご存知だと思いますが、例えば原発を動かすときに。ちょっとごめんなさい。もうちょっとゆっくり喋ってもらっていいですか。ごめんなさい。い私は、えっ、ー、と、商船、船の、えー、船長をしています。えー、山本さんもご存知だと思いますが、原発を動かす際に原発を動かすためのその燃料。 例えばモックス、ねまあ、先ほどの木製の量に限定しますと木料の,その運ぶ、えー、手間ですね小さな7 0ー,ーのまあ貨物船で2か月に1回燃料を持ってくるだけでいいですところがこれ、まあ、まあ同等とは言いませんけれども同じように火力発電所で、えー、電気を作ろうとすると大体長さ1 1 0ルの船が月3回から4回しかもこの 長さ110メートルの船には大体11人から12人に乗ってという形で非常に手間がかかるんですよ、でこういった部分でのロジスティックという部分で,です、ね、やはり、えー、原発の方がかつては理があったと思うんですよ、その事故があるまでただ、その事故があったこともまだコントロールできるというのを過信していま、ね、だにそれを動かしたい人がいるというのも事実だと思うんです、ただ、私はぜひ令和の皆さんにお願いしたいのはこういう部分ですね。 小さい部分ですが、実際にでは政策を実現するときに、ロジスティックの部分から、小さいところから積み上げてで、それで政策を作っていただけないかというところなんです。例えば、原発を止めるにしてもですよ、どうやって止めるのか、えー、火力発電所を動かすにして、ではどうやって単価を手配する、でどのようにしてそのロジスティックの案を考えていくのか、そこをぜひお考えいただきたいなと、私はそこを思っています。以上ですす燃料輸送る回数と やはりこの国における国益、例えば先ほど言いましたけれども、1400兆円レベルの災害が起こるというときに、原発は耐えられるのかっていう話なんですよ、それだけじゃなくて、首都圏直下も東海地震もやってくるという状況、それを考えたときに、それが果たして安全に保たれるかということを考えたときに、私、不可能じゃないかなと思うんですね。そうなんです そこはぜひちょっとよろしいですかね。というのも、ロジスティックのこの私、現場によりますが、例えば私が今、直近で乗っていた船、私、船長ですが、51です。間がもういないんですよ、船員の。次に若い人ってもう20代なんです。で、こういう状況でも、ぎりぎりの状況で今、油を運んでます。1400兆円の災害、確かにあるでしょう。ただ この目の前の油を運ぶという命題に対してもう現場はいっぱいいっぱいなんですよ。で、その次もう一点ですね。私51歳です。え、25の時に選員になりました。今まで国政選挙に投票したの1回です。地方選挙に投票したのも1回しか投票したことないです。正直なところこの自民党の惨状を起こしたのも私ではないと思ってます。え、多くの選員はこういった形で政治に参加することもできないんですよ。声も上げられない。 しかもこの、まあ、私たちの,この労働条件というのは、船、え、員、ー、法、もしくは船員労働安全規則というような、海の法律で規制されているために、例えば陸であるです、ねえー、と労働審判とかそういったような形の、えー、陸の労働者の皆さんが受けられる権利はほぼ受けられない状況なんです。ぜひこの状況を改善していただいた上でです、ね、原発の問題についても切り込んでいっていただければなというのは、本当に思います。 どうかよろししくお願いしますちょっとすみません、ちょっと議論の論点がいろいろ分かれるかなと思います、でそのロジスティックスっていう部分に関して、人が足りないっていう部分は、その原発、続けるのか続けないのかっていう話とは、私、絡まないと思ってるんですよ、人が足りないんだったら、その処遇を上げたりとか、その職に就きやすいとか、魅力的な部分っていうのをやっぱり、えー、なんだろうな、膨らまし行いかなきゃならないっていう話ですよね。違うんですかいや でね、あのー、何かっつったら、事故起こったって誰も責任取らないんだよってことなんですよ。誰も逮捕されてないでしょ誰も逮捕されてないどころか天下りしていくんですよって話ですよ。で、一方で、その被害に遭われた方々、実際にね、あのー、保証賠償されていく方々、なりわいを奪われたって方々、この先、どんどん保証細くなってきますよね。それれどここころろかかかののといいう意味わらない園で囲まれたところしか あのお金が出なかったりとか、それがどんどん狭まっていくっていうようなね、要は避難区域として定められたものがどんどん小さくしていって、オリンピックの頃にはもうみんな大丈夫になったみたいな、そんな方向性でしかないってことで、すね事故ってもう誰も責任取らないし取、取れる、類のものじゃないっていう話なんですよね、で、それと燃料を運ぶために必要な人員の確保っていうところは、私、話、別だと思ってますよ。 それはそれでやらなきゃいけないことは確かでもそれと原発が必要だって話とはイコールにならないってことですそれは船というものにおいての輸送そこに対する人々そこで働く人々の処遇をどうしていくかとか権利をどうしていくかっていう話が一つあったとしてもこれとイコール原発,の、えー、原発のこれからをどうするかっていうことに関してちょっと切り分けて考えた方がいいんじゃないかなって思うんですけどね いやちょっとそこはどうしても納得できないですね。というのも、トンキロベースで、例えば物を運ぶっていう部分についてはですか、船舶が大体、えー、いい8割から9割ぐらいを占めてるはずです。で、この中で日本のエネルギー政策を考えるときに、必ず船というものをですよ切り離して考えて、例えばそういう形で,で、すねあの同じようなことを、えー、国土交通省の方はよう言ってるみたいですわであの、待遇さえよくすれば船員は集まるだろうと、実際集まらんのですよ、やりたい仕事じゃないです。 よくよく考えてください。25年間に1回、2回しか投票できないような状況に誰がやるかってことですよね。はい、でまあまあ、そういったような状況で,ですよそう私が言いたいのはもう1つは為政者の方ですね上から、上から命令する権力者の側からすればロジスティックの部分で破綻してるから原発を動かすもやむざるをなしというような論は聞きたくないわけです。 だからこそロジスティックをもう少し整えるためにも何か方法を考えていただけないでしょうか代表なくして課税なしとはよく言ったものです私たちも正直なところ自分たちの代表がない状況で今税金を払いそして今、えー、仕事をすることについて非常に苦々しく思っているところですその一端が私は原発じゃないのかなとずっと思っていますうんちょっとごめんなさいねそこちょっとつなげられないですねええ逆に言えばエネルギー をを維持してていいいくたためににそその路地を増やさななきゃいけないっっうんだったらそこに国がすする以外ないんですよでよその国土交通省があの同じようなことを言ってたって言いますけど、それ、どれぐらいのレベルの処遇を変えるって話をされてるんですかってことですよ、例えば国家公務員待遇にするとか、それほど重要な路地だっていうんだったら、当然、それぐらいのことをやらなきゃなんないと思いますよ、逆に言ったらっていうことですね。 ちょっと厚みを持たせるぐらいの話じゃ、多分解決はされないんですよね。で、まあ、えー、っと、洋上の投票制度みたいなものも変わったんですよね、最近、最近というか、2000年代にも変わってますか、一回、えぇ、ーえー、ファックスによる投票みたいなものも認められてるっていうような話ですかね。えっと、それはですね、全員の大体2割程度の、組織戦、全員の2割程度の組織戦ですね。 日本海運組合に組織されている船が、えー、船長の管理下のもとにおいて、えー、比,例代表制比例代表制の候補者に対して投票することができる権利であってこれ言いにくい話ですけども船長は見ることできるようなシステムなんですわ<ん>投票の秘密があまり保持するのが難しいシステムだと思います実際に私もその組織定ですね、えー、船員の2割の方に行ったことがあって投票する機会が本来ならあったんですけども えーと船長の権限で投票できなかったということもあったですねなるほど、はい、まあちょっとごめんなさいね、その,その点について私、ちょっとあまりにも不勉強であれですけれども。まああのー ネットで投票できるようなことのテストを養生でするとかっていうことは可能かもしれませんよね、先々そうですね、ぜひ、えー、そんな辺りもご検討いただいた上えで、その上でですよ、あのどうあってもあの潰されない反原発の理論構築をしていただきたいというのは本当に思います、路地の部分で壊されてはつまらないじゃないですか。あのー、ごめんなさいねえー、っと もちろんその船員の方々の対する投票っていう部分、先ほどなんか比例でしかできないというようなお話もあったので、その点に対してどう考えていくかってこともやっていかなきゃならないっていうのは当然なんですけれども、私はこれだけの大災害がこれからやってくるっていう中で、もう理屈じゃないんですよ、はっきり言って。原子力っていうもの自体があまりにも多大な影響を与えすぎてるってことです。 だって年間1ミリを超えるっていうことは許されなかったわけですよ、被爆がね、年1ミリシーベルト以上の被爆が許されなかったっていうような、えー、現状が、20ミリまで許容して地元に帰れって言われているのが今ですよってことなんですよ。事故が起こったとしてもそういう扱いなんだってことです。しかも空間線量だけですよ、20ミリに達しなければ帰っていい。 だって人間空気中に漂ってませんよって地面も歩いてるじゃないですかって地面に地に足つけて生きてるのにどうして土地、空間線量と地面っていう部分両方土とかっていう部分とセットであの上限を設けるっていうことをしていかなきゃなんないってことですね何が言いたいかって言ったら事故ったって誰も責任取らないし基準も上げられるだけだってことなんですよ。 数字上げられたって,言って人間の体それについていってませんってことですよ。でも大丈夫なんだそれぐらいっていうんだったらじゃあもともとのそういう決まり何だったんですかってことですよ。もともとのその数値は何だったのってことですえっ、ー、とごめんなさいえっ、ー、とねじゃあ農民んねんやつ出そうか。完璧な。 完璧なローンを立てて、だから原発いらないんだっていうことをどこの、どこの角度からもあの完成されなきゃ無理だ、じゃないとやめられないなんてことは私は思わないわけですね。だって、実際に大きな地震が来るって、さんざん言ってるじゃないかってことですよ。それに耐えうるものじゃないっていうことですよ。だと、それならば続けられない、どうしてかって。だって、国民の生命、財産守るんだろって。 人権益者の金と生命を守るためにやってるんじゃないってことですね、だけのために、えー、これ、復興特別委員会2017年に行われたものの時ですね、えー、私が質問に立ったときに、えー、その時の、えー、国会質問の内容を抜粋したものですね、福島県の農民連、農民の方々ですね、実際に土壌を測定した、空間線量だけで安心とかって話にならないってことです。 土壌もしっかり測ってセットで大丈夫かどうかってことを決めていかなきゃならないっていう話、えー、実際に土壌を測定されたのが農民連の方々、えー、162箇所測ったってことですね162箇所測って1箇所を除いたすべてが1平方メートルあたり4万ベクレルを超える放射線量だったってことです4万ベクレルって何ですかってことですよ法令に基づく区域管理、まあ 放射線管理区域ですよね。はい1平方メートルあたり4万ベクレルってことです。で、さっき見ていただいた通り、162箇所中1箇所を除いたすべてが1平方メートルあたり4万ベクレルを超える放射線量だったって話ですよ。ちょっと待ってね。あれ進めへんな。これだけあるよ、まだ。これ。はい、ありがとう。はい えー、例えばですけれども、えー、空間線量率、毎時0.23マイクロシーベルトという値は安全側に立った過程のもとで年間追加被ばく量1ミリシーベルトを空間線量に換算したものですという話なんですね年間追加で被爆するの1ミリシーベルトというのをそれ、毎時に直したら0.23マイクロシーベルトということを覚えておいていただきたいということです。はい で先ほど測定したところを見てみましょうという話で、えー、例えばですけれども空間線量この右側ですでここが土壌を測ったもの右側が空間線量でこちらが、えー、土壌を測ったところ空間線量が低いから大丈夫だ本当ですかっていう話。 空間線量が低かったとしても土壌は放射線管理区域以上っていうような結果が出てるという話をしたいと思います。あれちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。例えばですけれども、これ右側見てください。毎時0.12、0.12ですよ。さっき見ましたよね。0.23。毎時0.23で年間で1ミリっていう話でしたよね。だけど 毎,毎時0.12という数字で14万8700ていう数字が出てくるってことです4万ベクレルを超えてるんですよ何倍 ?4 倍いや3倍ちょっとほかにも、えー、一番下、右側0.2マイクロシーベルトの時には空間線量がマイナス、えー、空間線量が0.2マイクロシーベルトのところこの伊達市のところですね 見てみたら、21万3600ベクレル。放射線管理区域の何倍 ?5 倍。で、この人たちにちゃんと保証されてるされてませんよ。どうしてされるのは、放射線管理区域内で、えー、その働く人々に責任を果たさなきゃいけないっていうのは、これ、企業とかが課せられてるんですよ。で、農家の人たちって企業の人たちですか 個人で営農されてる方がほとんどじゃないですかじゃあ誰からもその安全性についてチェックを受けたりとか、その人の安全性について誰かが義務を負ってくれるってことは全くないんですよ。勝手にやってくださいなんですよ。なかったものですよ、これ。もともと。事故起こって何が起こるかって言ったら、もちろん食べ物の中にはね、 この放射性物質が移行しないように、いろんなことがなされてますよ。それによって、なかなか移行しないような状態,状態になってて、年間え1キロ当たり100ベクレルっていう数値になるものなんてほとんどないような状況になってますよ。なってるけれども、実際に、その電波立で働いてる方々は、被爆し続けるってことですよ。呼吸でも入ってくるし。 そんな状況で、対して保証もないって話ですよ。むちゃくちゃじゃないかってことですよ。ロジスティックスに関わる人間たちがどういう処遇を受けてて、権利が非常に侵害されてるっていうような状況は変えていかなければならないけれども、それと原発をこの国で継続していくっていうことは、イコールにならないってことなんですよ。分けて考えた方がいい でも原発をやめるんだったら、それは船員の方々だったりとか、しっかりと確保していって、処遇を厚くしていったりとかっていうことが必要なのであるならば、それやる必要あるでしょうって、そうじゃなくてもやる必要あるでしょうと、当然、物流に関わる方々なんだからってことですね。事故っても誰も責任取らない上に、もう自己責任に完全されちゃうってことですよ。空間線量だけで安全の要件にはなりえない。 でも残念ながら、もう大丈夫ですよ、帰っていいですよっていうのは、空間線量だけなんですよ、安全の要件が。でも見ていただいた通り、国が、毎時0.23、えー、マイクロシーベルト、年間で1ミリ超えるみたいな状況じゃなきゃ、えー、年間1ミリっていうところが担保できるんだったら帰っていいって言ってるけど、空間線量低かったのに、土壌を見たら放射線管理区域の何倍もあるやんみたいなところが、実際に存在してる。 要件にしない。測ってますよ、国も、飛行機から。土壌汚染がどれぐらいあるのかってこと、飛行機から。でも農民の方々、追ってんですよ。俺たちは空気中にいるわけじゃないと、地面で住んでんだと。一つ一つの田んぼとか畑を測ってほしいんだって。それもしないんですよ。だから自分たちでやるんですよって。 普通に何もなかったかのような状態をもう何も問題がないような雰囲気にされてますけどとんでもないと今も原子力緊急事態の真っ只中じゃないかってことですよその中で被爆しながらも食べ物を作られている方々がいらっしゃるとあまりにもないですよね食べ物にはゼオライトとかゼオライトとかを巻きながら食べ物に移行しないようなことはできるけど実際に 電波立てで働かれる方々は被爆をすることになるっていう、こんな人権侵害ありますってことですよ、農業一つ取ってもこんな感じですよって。いや、それでしたね、例えばですよ、えーにえー、とこの地震が起きて、えー、と原発が爆発した直後ですね、例えば福島,大、えー、福島第二原発でしたっけ、えー、あれの何マイル以内という形で通るんだっていう通達は確かに来ました、で今もう一切ないですもんね。 土壌が汚染されてるなら、当然、海は汚染されてるはずでしょう。であるならば、えー、どうでしょうか、ぜひその国土交通委員会に、えー、と紀藤の議員が所,所属してるわけですから、例えば、えーとえーえー、何マイル以内を立ち入り禁止にするために、ブイを設置するなりして,いただいて、はい、していただけないでしょうか、私たちの職場も汚れてるって、私もよく分かったです。ちょっと待ってくださいね。えー、今言われているののは原発発が爆発した直後ぐらいの 状況のお話をされてますよねいやだから直後はですよ、直<後>何マイル以内立ち入ってはいけないというのがあったんですが、今もうないですもん。だって状況違いますもん。2>, 2マイル、3マイルまでも寄せても、いや、もう何も言ってこんですよ。いや、だから状況が違いますから。変わったんですかあそれはそうでしょ最初に爆発した時の汚染度合いとは今は違うってこともちろんですよね。ただこれだけ 土壌が汚染しているという状況であれば当然海洋も汚染されているんではないんですか流れるじゃないですかですよね海は流れるでしょもちろんですで希釈されるでしょ希釈されたその水をですよ私たちは船内に取り入れて冷却剤として使ってるんですよものすごくこれを見てやはり怖いなと思いますよそうですね今運んでいるのは私は私、はい 燃料って、まあ、その何の燃料でしょうか、ちょ,ちょっとまあうまく伝えていただければ。一つは私がです、ねえー、と思っているのは、結局、原発の推進論じゃない私も推進するのは反対です、ただ原発を止められないという論を言っている人の中にはですよ、その結局は貨物船50メーターの長さ50メーターの貨物船一杯で賄えるよと、楽でいいじゃないかと。長さのの大きなタンカーでで重鎮の船で 月何回も公開するよりは、たった50メートルの貨物船一杯持っていくだけ原発動くんだから、こっちの方が電気作るのには通報よかろうかと、働かんでいいやとで、実際に私も乗ったことはないんですけども、もこの,あのモックス燃料運ぶ船って、ものすごく条件がいいんですよ。月手取り70万ぐらいもらえて、もう6か所ぶでぶら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 遊んでるだけで、お金もらえる状況らしいです。でそういうい状況の中だと えー、どうやってそしたら原発を実際止めるかという道筋が、私も見えてこないですもんねいやいやいや、原発をやめるっていう選択を成人させるだけの話ですよ、それがないじゃないですか、原発動かしてくれっつってるのは、原発動かしてくれっつってんのは、その電気関連から票をもらっている議員だけじゃないですか、原発続けた方がいいっつってんのもうそうでしょうね、福井の一部の人たちだけでしょいやいや、福井の人たちだけってことはないですけど、まあ、あの数としては少ないってことですよ。 原発をどうしても動かしていくべきだっていうのは、もしくは、タカ派の人たちですね、そういう人たちはいるだろうけれども、原発をやめさせるにしても、消費税を下げるにしても、で、船員たちの権利をしっかり確保させることも、政治を動かす以外、方法がないってことですよ。その通りですねだから、それをやる以外ないってことですね、ええ。すいません、ありがとうございます。他ございますか えっとじゃあこっち側に行こうか。えー、っとしばらく女性行ってないの。じゃあそちらの女性の方、えー、っとボーダー切られてる方ですね。手を挙げといてください。マイクフォローします。手を挙げといてください。一番こちら側です。えー、っと真ん中よりもステージより、あ真ん中よりもっていうの。ごめんなさい。ありがとう。こんばんは。えー、っと山本太郎さん応援しています。 えっと、私は元保育士で、えっと、妊娠してからちょっと辞めたんですけど、えー、妊娠えなんですかねちょっとお金がかかるっていうのがすごい <laughs> 妊娠した後ににんか子どもにすごいお金がかかるなって思ってて、えっと、私が経験したことを。 ちょっと話してもういいですかすいません、えっと、妊娠した時はなんか検査とか医療費はそんなにかからなかったんですけど生まれてからいろいろ出費が重なりましたおむつとか、えっと、その食品ももちろんですけど私はあのちょっとおっぱいで育てててよく乳腺炎っていうのになってですねえっとそれが 結構あって全国では分からないんですけどその佐賀で見てもらった助産師さんは、えっと、ちょっと保険外で医療費がすごいかかったかかっ,かかったのがちょっとこんなにかかるのかなって思っててで乳腺炎っていうのも治ってからちょっとその妊娠して多分その骨盤が開いてかその。 腰が悪くなって整骨院に行ったら保険外でなんかまたそのお金がかかったりしてちょっと腰腰が痛いとなんか子どもたちも見れない子どもたちっていうか1人しか子どもを産んでないんですけど子どもを見れなんかあんまり腰が痛くてちょっと外出とかもできなかったり今はちょっとその。 医療費を出してもら医療旦那さんが出してもらって今は元気でちょっと子どもと遊んでますけどと今ちょうど保育,保育園か幼稚園に預けようかなって思っててなんか阿部さんが言ってた保育無償化があるんですけどなんか。 保育園に勤めてて知ってるんですけど一番高いのって歳児さんんの保育料が一番高いんですよねでもそれが無償化じゃなくて3歳からとか私の娘ももうすぐ2歳でちょっと保育園か幼稚園に入れようか迷っててでも2歳児さんは普通に保育無償化じゃないし。 で3歳からも保育料なんですか、ね、はただだけどなんか副食費みたいなのがかかってなんかなんか無償化というよりも割引みたいな感じでなんかよくからない無償化って言っていいのか分からないですけどなんかそこがおかしいなと思っていてなんか消費税も10%に上がって私の父も税金いろいろ払ってるって 言ってたんですけどまたなんか新しく総合税とか炭素税とか水道民営化とかいろいろなんでこんなに税金払わなければならないのかわからなくてちゃんと使ってるのかっていうのが公表できないのですかね、それがちょっと疑問に思って質問しました。すいません ありがとうございます、えー。大変な思いされてるんですねで、まあ、ご自身の中で助産師さんを使うということでそれは保険の適用外ということで余計お金が使うことになっちゃったりとかで大変だったとで今も結局保育無料とか言いながらでも自分該当者じゃないやんみたいな,なんか言葉では保育無料かとか、ね、言うとなんか全体的に無料になるのかなみたいなイメージすごいですよねあれね。 であれ消費税上げられなかった場合には、その無償化の部分はあのやらないことになってたんですよ、あれ、財源ありき、消費税が上がった場合っていう、とんでもない話なんですね、消費税上げようが、上げようまいが、それ絶対やらなきゃいけないことだろうって、だって少子化が問題なんでしょってことなんですよ、少子化、超問題でしょって、少子化が問題ですって、だから解散しますっつって、2017年に衆議院解散したんですよ、2017年。 衆議院を解散して選挙になっっちゃったんですねで理由は何かっつったら少子化が国なんだからって言い出したんですいや確かにそうだけれどもそれ最近分かった話じゃないよねってことなんですねいやずっと前から分かってましたよっていうのをちょっと出してもらえますか、まあ、少子化が問題なんだったらやることはっきりしてんですよと。 その保育に関わる方々の処遇を変えそして子供を育てるってことに対してやはり国がちゃんと面倒を見ていくってことですね今見ていただいてるのは1970年昭和45年から少子高齢化は予測されてた大阪万博があった年ですよってことですねねえずいぶん前から分かってたのにねどうして2017年に少子化が国難だから解散なんですかっていうことをえー その選挙の後に私、直接聞いたんですよ、総理に。25年間国会議員やってるらしいんですね、あの方、もう今26年ぐらいになるのかな、25年国会議員をやって、でいつ少子化っていうことを問題だと思ったんですかって言ったら、最初に議員になった年に、これは大変なことになるって思いましたと。で、そう思ったからこそ、いろんな人たちをつなげて、なんかこう、 勉強会的なものを設けたりとかしたんですって、ドヤ顔で言うんですよ、でも25年議員やってたんやんねって、国会議員2回やってんやんね、で、2017年に少子化国難で解散って言ってるんですよねって、だから、総理大臣の資質がないとかじゃなくて、国会議員としての資質がないんじゃないですかって話をしたんですね。当たり前ですよね。 やめててほしいわってことですよも働かなくても食べていけんだったらゆっくりすればってずっとゴルフやってればいいのにねって言わなかったですけどね。<laughs> とは言わなかったんですけれどもそこはねそこは言いませんでした。<laughs> で、えっと、結局もう今の状況要は子供は育てづらいわってことですよね。でえっと、家の中で、えー どちらかが、パートナーのどちらかが働けば食べていけるっていう状況なんてほぼないじゃないですか、だから一緒に働かなきゃだめなんですよねで、働くこと前提で子供を育てるってことだから、その育てるっていう部分に関しては、国が大きくやっぱり手を差し伸べるようなことをしなきゃいけないって当然のことなんですよ、それがなかったらなかなか難しいってことですでそこに関して、無償かとか言いながら、おい、限定されてんじゃねえかよって話ですね。ででここれれれ限定さたたところでまたそれが集中して ねえいやもう無償化ややったらみたいな話やけど受けられる人は限られてますよねってねえパイが限られてるんだからってまずそこに対して改善していく必要があるんだろうと何かしらやっぱり処遇だろうと働く人々が全産業平均で100万円以上給料が安いなんてそれで仕事しできないでしょうってだって実際食べなきゃいけないしってことですね生活しなきゃいけないんだから実家にいればなんとか成立する可能性もあるかもしれないけれども。 だからそういう資格は持ってるけど働けませんっていう人たちはたくさんいるってことだと思うんですよ、これは介,介護の世界もそうだと思うけどじゃあ、ここに対して安定した処遇を与える以外ないと思ってるんですね、で私が言ってるのはもう公務員化するしかないんじゃないかっていう話なんですよ、公務員化するだって介護士も保育士もこれはあの安定した状況に 身を置いててもらわなきゃ困るってことですねだって高齢化加速していくんでしょってだったらしっかりとしてしっかりと仕事についていただく安定してもらうで少子化が小倉なんでしょじゃあそこに対してもちゃんと安定した職にしてもらうってことですねそのために一番早い話は私はあの公務員化っていう形じゃないかとでこれこの2つの職種に限定しなくてもいいと思うんですよ 例えば、先ほどロジスティックスの話で船員がっていう話がありましたで、本当にそこが危機的状況になりえるのでなあるならば、私は公務員かってこともしていっていいんじゃないかと思うんです。で、どうしたかっていうと、あまりにも不安定な働き方が増えすぎてるだろうってことなんですね。一体誰のために不安定な働き方を広げるのかって言ったら、雇う人たちのためですよね。要は安く人を雇いたいんだと。 で会社は責任持ちたくないんだっつったら当然非正規だったりとかそういう働き方が増えていくような形になりますよねでもそれ働く人々にとってどれぐらいプラスなのって半年後の自分とか1年後の自分これイメージできないですよねってだってどうなってるか分かんないもんってことですねそんなんで将来設計できますかって無理ですよってことですねで職を失った途端に例えば寮に入ってたりとかっていうことでやってた人は住まいを失ってしまったりとか。 そんな目に遭っちゃうんだよってことですね。だから安定した状況が必要。それだけじゃなくて本当に <coughs> 私たちの世代、ロストジェネレーション、35歳とか45歳周辺の人たちに対して安定した職についてもらう。だって政治の間違った選択によって消費税上げたやんか。97年、橋本さん、さっきね、橋本龍太郎さん、5%に上げて翌年どうなったかって言ったら本格的デフレの突入ですよ。それだけじゃなくて、 当然、えー、通貨危機なども相まったけれども、就職氷河期になった、だから就職できない、大学出ても、就職できなくて初めてついた仕事が非正規とか、アルバイトとか、じゃあ次、いつ正規になれるんですかってことですよね、無理ですよ、景気が良くなったって、新しいピチピチの人たちがやってくるんですから、新卒が。ねえ。 でそんな人生ずっと続けてて、なんとかキャリアアップしなきゃいけないんだけれども、細切れに仕事を続けていってるから、キャリアアップするっていうこともなかなか叶わないみたいな、今も安い賃金で不安定な状況で生きてる世代がいるってことですよね、失われた世代ですよね、ロストジェネレーション、ここに対しても安定した職についてもらわなきゃ困るんですよ、さっき日銀の1人,、えー、1人暮らしの、えー、グラフ見ていただきましたよね。 あそこにもロストジェネレーション入ってんですよ。1人暮らし、貯蓄ゼロ、30代、40代、ねこの、このゾーンですよ、このゾーン。このゾーンの人たちに何とか安定した職についてもらって、少なくとも自分たちで蓄財っていうか、別に貯金しろとは言いませんよ。私、貯金なんてなくても生きていける世の中にしたいんですよ。けれども、それぞれが老後に備えられるような状況に今からでもしなきゃいけないと。 私は思うんですねで <coughs>、そのためには私はこの公務員化っていうのが一番国の責任としてやっていくべきじゃないかとでも公務員多すぎるじゃないかっていうようなねことを言う人いるんですけど大きな間違いですってことを見ていただきます出してもらえるかなありがとう、えー、人口当たりあー,あー違うあ違うドツボハまだありがとうございます人口当たりの公務員数各国比較 人口1万人あたり公務員どれぐらいいますかっていうことを先進国で見てみます。フランス人口1万人あたり公務員の数837人イギリス820人アメリカ597人ドイツ560人日本261人少ないやんってことですよ少ないですよねだって住民サービスっていうことを考えたとしても当然 公務員の数しとかなきゃダメですよってだって災害起こるたびにもう現場パンパンじゃないですかってむちゃくちゃ大変なことになってるでしょってこれだけ災害大国の日本でってことですねそれ以外にも安定した職についていただく安定した処遇を受け取っていただくことによって経済活動に寄与してもらうってことですよじゃなきゃ景気よくなんないじゃないかってことですよ20年以上土下ち続けて人々がどんどん貧乏になってって で、この国が衰退していってっていう途中ですよ、今。ここに対して底上げできんの国だけやんって話なんですよ、大胆にやらなきゃどうしようもないですよ、だって10秒なんですから、20年以上のデフレ、先進国ではどの国もない、考えてみたら、これだけの病気に刺したんだから、ここから脱出して軌道に乗せるためには、大胆な投資以外ないってことです。だから、 その一番手がかかるような0歳とか1歳とかね、その子たちに対しても無償化していくようなことをしなきゃ、働かれへんやんってことですよ、働かれへんかったら食べていかれへんし、食べていかれへんやったら子供作るなんて無理って話、当然ですよね、望めば家族を作るっていうことが叶うような世の中にしなきゃ、少子化なんて動くはずないですよってことですね、そこに対して他にもやらなきゃいけないこといっぱいあるんですよってことです。 何かっつったら、少子化を克服するっていう観点に立ったら、教育も無償化しなきゃいけない、で何よりも今、借金を抱えさせられている国というサラ金、国がやってる竹富士じゃないかっつったら、えーと、国会の議事録から削除されました、え、多分企業名が入ったってことですね、じゃあ分かりました、言い換えますみたいな、えー、国がやってるサラ金じゃないかでどうでしょうか、分かりましたみたいなね、<laughs> そういう話なんですけど。 まあ先ほども言いましたけれども、年間350億もの利息っていうものを取るために、若い人たちがそれを背負う、金引っ張るところ間違ってきてないかって話ですよね、こういうことをやめるってことですよ、やめなきゃしょうがない、555万人チャラにしたらいいんですよ、555万人チャラに9兆円、9兆円なんて大きなお金、無理だろうって言いますけど、とんでもない、これは政府ではなく日銀ですけど、年間株買ってるんですよね、ETF で、ETF ってやつで。 株の宝、えー、株の福袋みたいなやつですね、雑に言い過ぎたらで、それで年間6億円ぐらい払ってるんですよね、日銀で6億円、それぐらいの買い物できるんだったら、政府だって9兆円でチャラぐらいできるだろうって話です、それによって、555万人の人生がこれ、大きく変わるんですよって、大きな話ですよ、返済する分を消費に回してもらいましょうよって、誰かの消費は誰かの所得になるんでしょ 何かお物を物買ってお金払ったらそのお金は誰かの給料として回るんだからって。特にお金がない人たちは右から左に流れるんだから。金持ちにお金あげたってなかなかお金出さないですよ。だから金持ちなんだからって話ですね。けどもお金がない人たちはもうどんどん使っちゃうんですよ、もう。お金がない人ほど気前がいいんですから、本当に。ねえ。だったらそこに熱くするしかないじゃないですか。 そこに熱くしたら、もっとお金が回るんですよ、世の中に。世の中にお金回ってないっていう状態が20年以上続いてて、もう病気なんだってことですね、これを変えていく、どんどん今、お子さん生まれあの、ね、育ててはって大変な状況っていうことを一刻も楽にすることが、また職場に復帰したりとかできるわけですよね、そうすることによって、また所得を得て消費をしていただけるってことなんですから、なんか嫌がるんですよね、お金出すの。 諸遇を変える以外ないだろうっていう当たり前の話なんですけど、なんか嫌がるんですよね、もちろん諸愚、えー、変えてる部分ありますよ、ありますけど、ケチかよって話なんですよ、なんだそれっていうような額しか上げてないってことですね、GDP 見してもらっていいですか。じゃあもう時間がそろそろ終わりに近づいてきたので、このまま財源の話していいですか。 私いろいろ言いましたよね、消費税やめたいとか、で、えっ、ー、と、五百五十五万人チャラにしたいとか。いろんなこと言いました。えー、そのためには、何をしていくのかってことを、お話ししたいと思います。はい。あ、すみません。あのー。流れを。切るのやめてもらっていいですか。えっ、ー、と、話を聞くのは問題ないんですけれども。 タイミング的にどうでしょうかっていうおお話です一回お座りいいいただいてはい、もちろんどうぞははいでは参ります、えー、景気が悪い方がいいよなって思われている方いらっしゃいますか景気が悪い方が都合がいいんだって方いらっしゃらない、はい、景気がいい方がいい景気がいいって何ですか経済成長している状態のことを言いますよね経済成長どうすればいいんですか経済規模が大きくならなきゃなりません経済規模何で見ましょうか GDP で見ましょう国内総生産 GDP ってどういうもので構成されてますか個人消費、みんなが使うお金、民間投資、企業が出すお金、政府支出、えー、国が出すお金、そして純輸出、この4つで構成されてる。で、経済規模が大きくなるために一番、えー、大きなエンジンってどれでしょうかってことですね。個人消費ですよね。GDP の6割。 55%から60%占めるのが個人消費ってことですね、えー、なのでみんながもっとお金を使えるようにしなきゃ景気なんてよくなりようがないってことですねみんながお金使えるようにするためにはどうしたらいいってことを考えなきゃいけないってことですなぜならば今みたいに将来に不安があってお金出せないんだ貯めときたいんだって人もいればそもそも出すお金自体ないんだって方いらっしゃいます消費が弱っている状態したら民間投資しますかってことですよね 投投資資ししてててもリターンななないいんんだから投資なんてしないよってこと当然ですね、それが今、で今、政府はどうしてますかってことですけれども、まあ、みんなのためには投資はしない、それだけじゃなくて、増税までするって話ですね、そしたらどうなりますかって言ったら、世の中に余計お金が回らなくなるってことですよね、それまずいじゃないかってことです、それじゃあ、景気は良くなりようがない、じゃあどうするか。個人が もっとお金を使えるように、民間が投資しやすくなるように政府がやる以外ない。じゃあ、もっとお金を使いやすくなるってどういう状況かって言ったら、物価下げりゃいいんですよってことですよ。強制的に消費税で引き上げてきた物価。物価がどうして上がるかって、賃金と伴って上がっていく分にはいいけれども、物価だけ上がったら困るわけですよね。だから消費税、これ、例えばやめたとしたら、 これ景気良くなるに決まってるじゃないかってことなんですよ。だって消費喚起されますよ。だって消費税上がる前に買っとこうってなんで思うんですか安いうちに買っときたいんでしょとは言いながらも駆け込み需要ほとんど起こっていないような状況だったかもしれないけれども。で、とにかくその逆をやれば当然消費は喚起されていく。で、消費税が下がるとか廃止になるってことになったとしたら、これ景気良くなるよってみんなが 共通のイメージ持つわけですよね、で企業側だって、これ、投資しなきゃだめだなって思いますよ、だって今のままの従業員の数では対応できないだろう、じゃあ、従業員を増やすためにはどうしたらいいか、賃金を他よりも高くするしかないなとか、で、設備投資をした方がいいだろうとかっていうような考えになるわけですよね、政府がとにかくみんなに支出をしていくってことを考えなきゃならない、で、従業員をいい処遇で、えー、雇用するっていうような企業に対しては減税するとか。 で設備投資するとかっていうのは企業に対しても減税するとかとにかくお金使った方が得だなっていうような状況を見せていくってことですよねで例えばこの状況を作り出すために私は消費税っていうのが一番いいんじゃないかっていうふうに思ってるんですね消費税えー、っとそうですね消費税10%から廃止にしたらおそらく256兆円必要になるってことですね逆に言えば 消費税失ってに、えー、25、6兆円失うって思う人いるかもしれないけれども、逆に言ったら、国からみんなに25、6兆円の財政出動を行われてるのと一緒なんですよってことですよ。これをやっていけば、私は、まず中小零細企業が救われると思うんです。だって税の滞納のうちの6割でしょ消費税が。中小零細首しまってんでしょって。 それをほどいいいててあげた方がいいでしょってだってこの国の、この国に存在している企業、99%中小企業、零細企業なんだから、消費税がなくなったらずいぶん楽になる、それだけじゃなくて、物価も下がって、物が売れるってなったら、これ、調子よくなりますよ、当然ねって、そういうことやっていきませんかっていう話なんですね。で、じゃあ、その25兆円、6兆円っていうのを、どこから手に入れますかっていう話です。つつつあるってていつも説明してます1つ 税金から取る必ずしもこれやらなきゃならないって話じゃないと思います私は必ずしも全て税で賄わなきゃならないとは思ってませんでも税でもできるそして新規国債の発行この2つで軽く説明させてくださいじゃあ税金でやる場合どうしますかって話ですはいえー、と増税が必要だっていう時には当然取る順番は先に 金持ちからだろうってことなんでですよ基本でしょうだってこれ、どう思います、そうでもない、皆さんは、私はな、ないところから取るなって話なんですよ、あるところから取ってっていう話なんですね、でじゃあ、えー、どういうふうに取っていくか、法人税、累進制を導入したいんです、累進制、儲かってれば儲かってるほど税率は高くなっていき、儲かってないときには税率はどんどん低くなっていくよっていうのが累進、で、えー、所得税。 所得税に対しても最高税率上げて金持ちからもうちょっといただきますっていう話それで29兆円ぐらいお金が生まれるという資産も存在しているというお話例えば法人税法人税って今どういうふうに取られてますかっつったら税率決まってる税率決まってるはい単一税率フラットってことですねでここから大企業はさらに安くなるそんなシステムが80以上あるこれずるくないこれやめます やめる。やめて、累進性を導入。はい。累進性を導入した場合、どういう形になるか。二、えー、つの方法。大企業優遇をやめ、法人税に所得税並みの累進税率。五段階でやった場合、2016年の法人税収からいろいろ計算をしたところ、どうなったか。普通に2016年の法人税収は10兆4676億円。先ほどの大企業優遇、やめる。 法人税に5段階の累進税率を導入した場合に19兆円増える2016年の法人税収から見ると19兆円増える29兆1837億円ぐらいになるんじゃないかっていうような試算をされてますでもう1個所得税所得税最高税率1974年 19段階で最高税率 75%19 もの刻みがあったってことですよね最高が75%でそっから刻みがいっぱいあったってことだから金持ちからもちゃんと取ってたっていう時代だったんだけれども2015年には最高税率が 45%7 段階の刻みに減ったってことですね緩くなっちゃったってことですねで えー、金持ちほどどうして税金が安くなるのという部分、えー、それを表しているグラフです何か、えー、右に行けば行くほど、えー、所得が増えます、えー、例えばですけどここら辺は年収200万円とか250万円でも一番右まで行くと100億円なんですねで赤い線赤い線は何かというと所得税の負担率負担率負担率がどうしてここでピーク頂点になるんですか おかか。しくないですかだって、こっち100億円ですよ、下がってるじゃないですか、ピーク、どうしてここなんですか、頂点がどうしてここ、所得いくらぐらい、1億円程度、ずるくないですか、20億も30億も50億も100億も、そういう人たちいるのに、どうして1億円がピークなのって、所得が多ければ多いほど、これ、どこからその所得を手に入れてるかっつったら、 金融資産からの所得ってことですよね、株とか、なるほどと、その金融所得からの、えー、金融資産からの所得は税率低くされてる、分離課税、どうしてそんなずるいことすんのって、だって所得は所得じゃないっていう話ですね、じゃあ一緒にしようねってことで総合課税にすると、はい今言ったようなことをすれば、えー、所得税の累進税強化。 そして法人税の累進加藤で29兆円ぐらい財源ができるっていう資産はあるってことなんですね。で消費税やめるってって256兆円なんだからできるじゃないかって話なんですよ税だけでもでもそんなことやったら外国に逃げちゃうんじゃないの企業って思った方いらっしゃるかもしれないってことですね。それれを出したいいいいとと思います。す、えー。経済産業省がちゃんと調べてくれててくるっていう話です もう山本太郎、なんか YouTube で見てるときと全く一緒の話してつまんないって方いらっしゃると思います。クレーム言われたことあります。え面白い、面白くないではなくどうかあなたも私と同じようなことを外で喋っていただきたいっていう話ですね。何度でも聞いて覚えていただきたいってことです。はい、ありがとうございます。えー、経済産業省が2014年に調べました海外事業活動基本調査海外進出を決定した理由というものです。 はい、どうして海外行くんですかそれはね企業が答えた複数回答ありですね、これで、見てみると何か現地での製品需要が旺盛また今後の需要が見込まれるっていうのが1位物が売れるんですよねそして今後も売れそうなんですよねっていうのが海外に行く理由の1番で、3番進出先近隣三国で製品需要が旺盛 また今後の拡大が見込まれる、いやー、物が売れるんですよね、その国だけじゃなくて、その周辺国もみたいな、今後も売れそうなんですよねっていう理由でいくってことなんですよ、日本と正反対ですよ。物が売れるって言ったら、超安いっていうどん底の競争しないと、物なかなか売れないってことですね、でもそうじゃない、ちゃんと物が売れてくれるんだってことですよ。で 税金が安くなきゃ海外に逃げるって言ってる人たち理由違いますよってことですね。で、税金が安いってことももちろん理由に入ってますよっていうのが8.7%なんですね。8.7%。税金が安いからうんぬんではなく商売できなきゃ話になんないっていう話ですよね。物売れなきゃ意味がないんだってことですよ。だとするならば消費に換気するっていう。 一番やらなきゃいけないことをどうしてどうしてやってくれないのって話ですよね、たくさんの人たちが苦しみ続けてんだよって、中小零細のオーナーとかもう首吊りかけというよりも8、8%でも首くくらなきゃいけないような状況だったから、10%になったらどんな状態になるんだみたいな方々、たくさんいらっしゃいますよね、大きく変えていかなきゃなんないってことです、はいすいませんだから、えー、あるところから取る、あるところから取るってったって、そんなフェアに取ってますよね。 だって景気が良くなった時には税率が上がるんだから、自分たちがどんどん黒字が増えていったら、それ税率上げていくって、逆にこれ、景気が過熱しすぎないようなシス,システムにもなると、景気安定装置、ビルトインスタビライザーみたいな形を、えー、やっていくんだってことですね、類人性を持って、えー、説明長くなりましたけど、もう一つの財源についてだけ最後触れさせてください。何かと申しますと、新規国債の発行、新規国債の発行って、もっと借金しろってこと はい、もっと借金するんです、政府が、政府が借金するんですで、そんなことになっちゃったら、この国破綻するじゃないかってよくテレビとかで言ってます、本当ですかって、30年以上前から破綻するって言われてますけど、まだ破綻してませんよ、その理由、説明できる方いらっしゃいますいやもうそろそろだ、いやもうそろそろだって、いや、全然破綻しませんけどっていう話なんですね。でで金利で見てみましょうと えー、破綻するような国なのであるならば金利は高くないとおかしいですねって話です今ご覧いただいているのは20年間の日本国債の金利の推移この中で10年もの国債はオレンジ色真ん中のライン1997年から2018年までの間を見て金利はどうなってるか下がる一方なんですよってことです破綻する国がこんな状態になるはずはありませんねだって信用がない相手にお金貸す時 回収できなそうな相手に、リスクがある相手にお金貸すときにはみんな金利高く取りますよ。ち金もそうです。闇金もそうです。で、今の金利どれぐらいはい。10年もの。10月25日でマイナス0.15です。破綻しようないやんって。何をどう破綻するっつってんのって。破綻論者はこのあまりにも低い金利について説明ちゃんとできてません。 当然です。だって旗なんてしないんだからってことですよ。そもそも日本円、日本円で借金してるんですよね。日本円で借金してて、日本円で、日本円で借金をし、日本円で返済する。だって発行できるんだから。日本円で借金をし、日本円を発行する能力のある人たちがどうやってお金が支払えなくなるんですかって。ありえないですね。 日本円で借金をし、日本円を発行する、これ、債務不履行になんかならないよって、支払いできませんなんて状態になるはずがないってことなんです、当たり前。そこでよく,よく聞かれるのが、ギリシャみたいな話、ギリシャは全然違いますよって、よく騙されてる人います、野田さんとか菅さんとか、あすいません、そういう名前出しちゃだめでした、すいませんね、財務省にね、洗脳されてね、えーえー、ギリシャのようになってしまうみたいな、何言ってんだってことですよ。だって、ギリシャはギリシャ独自の通貨使ってませんよってことですよ。 ギリシャはユーロじゃないですかって、ユーロで借金をしする、で、ユーロをすれないってことですよね、ヨーロッパ中央銀行でしかすれないんだってことですよ、それじゃあ、これ、返済できないよねって、当たり前です、外国から借金し続けてるのと一緒、日本は逆、全く違う形、日本円で借金をし、日本円を発行できる、これでどうやって破綻するの、もちろん、一番気にしなきゃいけないのは金利だってことですよね、金利じゃない、インフレ率、ごめんなさい、インフレ率。 インフレが行き過ぎてお金に価値がなくなるっていうような状況に陥るまでやっちゃいけない。ハイパーインフレ。ハイパーインフレになんかならしちゃいけない。紙くずになっちゃうからって。じゃあ、ハイパーインフレってどういう時になるんですかってことを世界的な研究から見せてください。世界の歴史上、ハイパーインフレと認定されるようなものは56例ぐらいあると言われていますっていう話ですね。アメリカの系統研究所ってところで、えー それが、えー、調べられたと世界のハイパーインフレの研究スティーブ・ハンケラの調査によると統計的に確認できるハイパーインフレは世界史に56件共通事項はこれらのものです1大きな戦争などで国内の生産能力が破壊されかつその再建に国際社会が極めて非協力的な場合どうですか日本当てはまりますこれれ生産能力が破壊され ハイパーインフレになるじゃないかっていう人たちは決まって第一次世界大戦後のドイツの話とかするんですね <laughs> 比べるのおかしいやんそれって第二次世界大戦、えー、太平洋戦争末期の日本はみたいな何の,何の話されてるんですかって話ですね <laughs> 全く話の内容違うんですけどって、はい、ハイパーインフレどのような時に起こったか二つ目大革命が生じてこれまでの通貨体制が無効になるような事態が発生した場合大革命なんて起こってます今 それどころか50%の人たちが票を捨ててる状態ですけどね、放棄してるっていう状況ですけれども、はい、3つ目、何十年も2桁台のインフレが続き、国内産業の未来が絶望的で、経済政策も失敗が続いた場合、2桁台のインフレ、とんでもないですよ、デフレですからって、デフレ出ない状態にはできたが、デフレとは、インフレになったとは言えない状況だみたいな説明されるんですね、なんですか、それみたいな。 <laughs> 意味が分かんないんですけど、えーね、そんな状況です、日本は一つも当てはまらない、ハイパーインフレになりようないって話なんですよね、じゃあ何をすべきかって言ったら、金すりゃいいんだってことですよ、だって20年以上貧乏なんてみんな困ってんだからってことですよ、足りないものだらけなんだからってことですよ、金すってインフレが行き過ぎないように管理する、ね、お金が世の中にあふれすぎないようにするって、だから景気が良くなったときには税率高めるような。 法人税の累進制の導入がなされてれば、引っこ抜いていってくれるじゃないですか。これが景気安定装置でしょ。で、景気が悪くなったとしても、お金を引っこ抜きすぎないようなシステムになってるってことですよ。これがビルトインスタ,スタビライザーだろうってことですよ。政府が借金することによって、みんなが黒字になるんですよって話です。もうそれは統計的にはっきりしてるってことを、日銀の資料を見せてくださいってことですね。 はいいありがとうございます日本銀行の資金循環統計、誰かの赤字は誰かの黒字、当たり前の話ですね、誰かの赤字は誰かの黒字、それがここにも表れてます、真ん中見てください、なんでしょうか、上に行けば行くほど黒字、下に行けば行くほど赤字、ブルーの線は、青の線は民間、赤い線は政府、これで見ると、この真ん中の部分は、民間が黒字、政府が赤字です。 つまりは政府の赤字が拡大すればするほど民間の貯蓄が増えるんだ右側に見ていってください全部そのような形になってます政府の赤字はみんなの黒字みんなの借金じゃないですよってことなんですねみんなの借金なんてどういうことだよってみんなのお金みんな銀行に預けてるお金そこから国債買ってるわけじゃないんですよってことです各銀行が日本銀行の中に持っている当座 当座預金っていうものの中から、当座の口座から国債を買う、そこのお金が増えたり減ったりしてるだけの話、政府が20兆円借金して、みんなに20兆円配ったらどうなりますかって、政府にとっては20兆円赤字、でもみんなにとっては20兆円の黒字、それが社会保障という形でやった場合も同じ意味がありますよねって、騙されちゃいけない。 もう破綻するんだだから増税しなきゃいけないんだってことで皆さんの首を絞め続けているこんな DV 国家は変わらなきゃいけないってことですねこれやめなきゃもう国が国はなくならないけれどもこの国に生きている人たちはもう持たないとこまで生きてるってことですよ子供たちの約7人に1人貧困なんでしょ高齢者5人に1人貧困なんでしょ 身体障害者4人に1人貧困なんでしょ ?1 人暮らし、女性3人に1人貧困なんでしょこのままいってどっかで一発逆転できるかってないですよ。そんな時代だからしょうがないんですかってたくさんの人たち将来的にのたれ死ぬような未来を作るわけいかないってことなんですよ。今やるしかないってことなんです。ケチくさいこことと言うなってことですよ 散々ケチくさいことやってきたじゃないかってことですよ。みんなの首絞めてきたじゃないかって。不況で人死にますよ。確かに死んでるしって。どの国も借金して、どの国も投資をして、どの国も緩やかなインフレって中で20年以上デフレなんてありえないよって。災害が起こりました。どうしてなかなか政府動かないんですかって。もっと大胆にお金をちゃんと渡しゃいいじゃないですかって。思いません今日も行ってきましたよ。佐賀で。竹雄。 でね、どうして今、竹雄に行くかってことですけども、一番重要なんですよって、今、千葉が大変なことになってる、ね、もちろん岩城も大変なことになってる、福島県、他にも宮城県も長野県も大変なことになっている、でも必ず竹雄が通った道を通るんですよね、何かといったら、生活再建の話ですね、もちろんこれからゴミ問題、いっぱい出てきます、ゴミをどこに置くんだ、どう処理するんだって問題。もう で今、ご覧いただいているのは高齢者の方、一人暮らしでね、これ、床板、これ水害ですから、床板全部剥がして、泥を全部かいて、で、えー、乾かして、消毒して、で新たにしっかりと板をのせたりとかしなきゃいけない、で30センチとか50センチとかの水が入ってきたとしたら、これ、半壊お金いくら出るって言ったら、54万とか58万ぐらいしか出ませんよって。 だけど見積もりしたらいくらになるって言ったら、数百万単位でしょって、家によっては1500万かかるって言われたって、お金ある人しかちゃんとした生活環境、復旧できないんですよって、それ以外の人、どうするって言ったら、もう2回住むしかないですよね、おそらく、この方とか。1回復旧することありえないですよ。でしかも、床板外したとしても、それまた戻してって、職人さん入れられませんよって、今でさえ半年待ちっていう状況になってるって。 もう絶望的やって、どうしていいかわからないって、先のことなんて考えられないって、そういう人たちがこれからどんどん増えていくんですよ、いろんな台風被害で。そこに対して一番やらなきゃいけないことってなんだっつら、金出す以外ないんだよってことですよ金。金出して、で、人集めて、そこにもお金払って、みんなで一斉にやるってことですよ。 復旧、復興っていう時間をいかに短時間でできるかってことが、この国のこれ、本当に経済に対しても鍵を握ることになるんですよ。今、多くの地域で大変な状況になってる、竹雄でさえもですよって話ですよ、こんな状況になってて、そのすごい困られてたってことですね、これ、言ってました、戦闘機とか買ってる場合じゃないんですけどねって。 冷静に皮肉られてましたよすいませんっつって、なんで俺れ謝ってんねんみたいな、政府が申し訳ございませんっつって、<laughs> また、えー、またポンコツの飛行機買うみたいで申し訳ございませんみたいな話になって、ね、もうはっきり言って、こんな政治は終わりにしなきゃいけないってことですね、災害が起こった時に真っ先に対応できるような、そういう部分で民主党政権時代はちゃんと災害対応は。 私は民主党政権に憤りを持って立候補した人間ですよ。自分の一番やりたかったことを横に置いて政治の世界に足踏み入れたんですよ。おかしいじゃないかって。子供たち被爆させてって。この国の未来潰す気かって話ですよ。でも自民党が政権取りそうだと思った時にはこれは立候補せなあかんなと思ったんですもっとひどくなると思ったんですそんな状態から立候補した私でさえも 災害対応は民主党の方ができてたと思うんです、まだ心ありましたよ、ちゃんと。例えば2011年の、あのー、震災が起こったときに、参議院予算委員会の多分時期ですよね、3月ってったら、一番国会が忙しい1年の中で、時期に、その審議止めて災害に集中したんですよ、これ私、すごいなと思うんです。今の政府だったら絶対そんななことしない だって西日本豪雨あったじゃないですか。あの時にカジノ通したいために、カジノの審議スタートさせたんですよ。ありえない話ですよ。カジノなんてなくったってみんな困んないじゃない。困るのは日本の金を吸い取ろうとしたらアメリカの業者と、そこからパーティー券とか買ってもらってる議員だけじゃないかって話ですよ。それどころじゃない。マンパワーを集中させてやるんだってことは民主党政権はちゃんとやった。でも、今の政権はそうじゃない。 愛がないんですよこの国に生きている人々に対して。今、この災害、これから被災地域いっぱいありますけれども、ここに対していかに短時間に復旧、復興がなされるかってことが、これ本当、日本の命運握ると思いますよ、これだけの広範囲。西日本豪雨並みの範囲で、東日本で今起こってるんですもんね。マンパワー投入するしかない、金出すしかないんですよ。 だって五十数万で何できます何もできませんよ、だって。数百万、数千万の見積もり出てきて、じゃあどうすればいいのって。ありえない話ですよって。この国に生きる人々に対する愛、これ一番足りないものですよね、政治に。ね、一人一人おもんばかる気持ち、当然ですよ。そのために政治あるんでしょって。 ここまでむちゃくちゃなことされて、政治によってね。でもこれをひっくり返せるのも政治だってことなんですよね。だから私、私たちは政権を取りに行きますって話をしてます。政権を取るぞっていう話をしてるんですけどね。でもそれいつの話ですかってことなんですよ。すぐに叶う話じゃないかもしれない。だって前の選挙だって2議席ですよ。でも政党有権は取れた。よかった。 でも、政権取れるほどの数を増やせるかっつったら、結構難しいかもしれないね、一発では。小規模政党から中規模に近づくということはできるかもしれないけども、消費税廃止、それでも言い続けて、じわじわと議,議席数を増やしていくんだってことをやっていくのがいいのか、でも私は、多くの方々の求人を見てたら、まずは消費税5%に下げるってことを、緊急的にやらなきゃいけないと思うんです。 皆さんどう思います <laughs> そのために、私は野党の皆さんと塊になって、で消費税5%っていう旗を立てて、立てる、の次の選挙を戦うっていうのが、政権交代の一番の近道じゃないかなと思ってるんです。塊になったら勝てる、そう思われてる方もいらっしゃいます、でも私はそうは思わない。 だったらもっと買ってていいんじゃないですかって話なんですよ、これまでのいろんな選挙で。だからそこにはやっぱり政策が乗る必要があって、みんなが毎日払う消費税、自分ごととし,自分ごととして引き寄せやすいっていうテーマを掲げるっていうのは非常に重要だと、消費税5%になったら、世の中少し良くなりますよね、景気も少し良くなると思う、本当は廃止がいいんですよ。 一発で廃止やった方が、けど、廃止にこだわって消費税上がっていくばっかりだったら話にならないですから、まずは第一歩として5%に下げるってことを野党の力でやっていきたい、そう思ってるんですよね、力貸してもらえないですか、皆さん。やっぱ野党の先輩の方々の中にも本当に心ある人いますんで、その5%やった方がいいよねって言われる方もいらっしゃるし。 一方でかたくなな方もいらっしゃいます、自分の政治信条の中で消費税は必要だって方もいらっしゃいますんで、そういう方を見かけたら、ぜひお尻を叩いていただきたいんですよ。この国民的なこの国の窮状を見たときに、本当にそれが正しいと言えるかと、必ずしも消費税である必要ないだろうってことですね、別のやり方あるじゃないかってことですね一番この国で権力を持っているの皆さんなんですよそののの権力者の皆さんのお力者皆おをもっとぎゅっと集めて 本当に政権交代して消費税5%に下げてっていうような状況にできたらなって思うんですよね、ぜひ力貸していただきたいと思います、ありがとうございます。<laughs> でね、すいません、あするよ、すいません、でね、えっと、今、佐賀の竹雄に行ってきたって言ったんですけれども、今日集まったボランティアの数だけで、おそらく十数人、十数人なんです。 で、すよでお話伺ったらねで、すごく焦られてるんです、何を焦ってるかって言ったら、もうすぐ冬来るじゃないですか。で、家の1階が,1階がスカスカの状態で冬を迎えるって、かなり過酷な状況がやってくるだろうと、そのためには、じゃあ、それを何だろうなテンパッポしていくためにはどうしたらいいですかって話を聞いて、で人数何人いればいいですかって言ったら、 30人ぐらい要は今の人数の倍来てくれればテンポアップしてやっていけるんだというお話をされてましたで今ほとんどの方々が県外からいらっしゃるっていうことらしいんですねだってもう見た目にはそんな災害があったとは思えないような景色じゃないですかでも個人宅に入ったら全く景色が変わるってことなんですよねなのでもしお時間が許すときには 足を運んだりとか、えー、周りの方に声をかけていただいて思い合い、えー、ボランティアセンター社協がやっているボランティアセンターではなくて地元の方々が、えー、やられているボランティアセンターなんですね、えー、ボランティア大募集されているということなので、あのー、周りの方にもぜひ広めていただきたいんですよ本当はねこれ国がさっさと人件費払うからあの大工さん来てくれとか大工さんでさえも半年待ちみたいな状況オリンピックやってる場合かって今日も言われました 本当にそうですよそんな企業の祭典やってる場合じゃないだろうって、ね、そんな状況なんですけれども今、残念ながら、あのー、そういうような人を集めてそこに人件費つけて一斉にやろうっていうような政治というか政権ではないのでボランティアの一人でも多くの方々が自分のできる範囲で力を貸していただくっていうところで、えー、なんとか改善していかなきゃならない状況なんですけどもぜひ周りに広めていただいて。あのー 武雄の皆さんそれ以外の地域もありますけれども私が今日訪れたのはここだったのでぜひあの力を貸せるという方はお願いしたいということですよろしくお願いします <laughs> でですねこの武雄の皆さんにお力を貸してくださいということもそうなんですけれども山本太郎にも少しお力を貸していただけませんかというお願いをこれからしたいと思いますポスターがございますポスターです なかなかテレビに出してもらえない余計なこと言うしねっていう話ですね、えー、なので、えー、っとあなたの街にどうか山本太郎のポスター本人の写真16年前のものを使っております詐欺ではございません本人ですから、えー、消費税は廃止といった書いてあるポスターなんですけどもあなたの家の壁ございませんか おお家の壁に貼っていいいただけませんかっていうお願いなんかう願なですねで,できればあなたのお家だけじゃなくてご近所なんかもちょっとピンポンしたりとかしながら山本太郎の、えー、ボランティアのものですけれども、えー、ポスターを貼らせていただけませんかっていうお願いをしてくださいませんかこの活動が一番大きな力を与えてくれます要はもう貼ってあるだけで広告になりますんで一番効果が強いってことですねだって大体大きな政党ポスター貼ってるじゃないですか。 効果がなかったら貼らないですね効果があるってことなんですよだからぜひ力を貸していただきたいでもな山本太郎は貼りづらいなって方いらっしゃるかもしれないですね えー、自分家で貼ったらこれ村八分にされるかもしれないみたいな方もいらっしゃいました、はい、なので、えー、とあなたの顔を知らない町まで移動してくださいってお願いしてます <laughs> 隣町そのまた隣の町へと私を知らないあの町へ行きそしてピンポンしていただくという作戦もございますとでまあもうどっちも無理だって方はですね究極はあのご自宅の中に貼っていただいて。 家の中に入ってきた友人に見ていただくということもやっていただける、えー、そのようなツールでございます、えー、このポスターこの後ろの方ですね、えー、出口付近に置かせていただいておりますので、えー、帰り際にお持ち帰りいただければとお店の中でも結構ですよお店のトイレとかね春場所間違えたらずっと私が監視してるみたいな状態になっちゃって出るもんも出ないわみたいな話になるのはお気をつけくださいすいません、えー、そしてですね、えー ポスターは無理だけれどもっていう方の中でボランティアだったら参加してもいいかなって方いらっしゃったらぜひお力を貸していただきたいんですボランティア登録登録してるだけでも問題ございませんボランティア登録していただいた方には今山本がどう動いているのかとか何を考えているのかとか、えー、こんなやばいことがありますよとかっていうようなことがたまに届く可能性があります、えー、次回九州に来るとき、えー、そういうときにも、えー、皆さんにお知らせが行くようになっております、えー、あなたの中の ほんの少しのお時間でも結構ですどうかお時間をいただければボランティアとしてお時間をいただければ今日私がこの場に立てているのもボランティアの皆さんが事前に準備をしてくださったからなんですねありがとうございますそして早速ですけれども、えー、明日12時お昼ですね12時からポスター貼りこれをポスター貼るつったってどうやって貼りゃいいの、まあ、そのノウハウ的なものをですね、えー、ご興味ある方ご協力してくださる方に、えー、お教えいたします、えー、うちのですね、えー 等の人間がですね、えー、手取り足取り、えー、教えますと手取り足取りり足は教えませんけれども、えー、佐賀駅の北口、佐賀駅北口ミスタードーナツ前、佐賀駅北口ミスタードーナツ前でお時間が許す方はポスター貼り、えー、お待ちしております、明日です、お昼ですということです、えー、そしてですねあ自分で貼りに行くんですよ、ポスターってなかなかね心折れるんですよ、何かと申しますと、あいいやーっていう人、ほとんどいないんですね。 あい貼っていきなっていう人はあんまりいないってことです。だから本人が行ったとしても何しに来やがったって人もいるんですね。いや、だからポスターをですねって、だから何しに、いや、だからポスターをですねみたいな、<laughs> ねそんなやり取りもあるってことです。はい、本人であっても貼れない場合があるぐらいですね。はいまあ、特にあの東京とかはですね、なかなかハードルが高いっていう部分があります。あの逆に地方の方だったら、あよく来たね、こんなところまでっていう方もいらっしゃるんですよ。そういういあのー 人のいいところにつけ込んで話らてもらうみたいなね、いうやり方もあります。はい、すみません、えー。ということでですね、ぜひお力を貸していただきたい。そして、LINE、えー、やってます。どうか山本太郎と LINE 交換をしてください。出口、えー、付近でですね、LINE 交換できるようにしておきます。これを、えー、置いておきますので、持ってる人間がいますので、ぜひ LINE 交換してください、えー。冬でもあったかく寝れる羽毛布団とかですね。 いろんな新商品出た時に皆さんにお知らせしたりとかっていうことは一切致しません一切致しませんそういうことではございませんはい。えー、ここら辺んも、えー、次こういうことやりますとかまたこういうとこ行きますよとかっていうようなことをお知らせするためのツールですどうかつながっていただきたいってことですねで、えー、ごめんなさい宣伝させてください本の宣伝です本を出しております僕にもできた国会議員えー、本当にね おそらく中学生が読んででも理解できるようなな内容になっております山本太郎でも理解できたんですから大丈夫ですでも残念ながらこの本売れておりませんえなぜならば4月の9日発売なのに4月の真ん中ぐらいに旗揚げしちゃいましたからもう本を売るどころではなくなったってことですねそれからずっとパタパタしてるので本をなかなか売れない状況にあったので、えー、この場に持ってこさせていただいております山本太郎にそんな本本題はあげられないなっていう方はですねどうかご近所の図書館 図書館にですね、リクエストをしていただければ、ただで読めます。それだけじゃなくて、他の方もただで読めるっていうね、えー、そういう話になっております、えー。これまでの6年間に感じたこと、でその時どう思ってたかとはですね、えー、もう恥ずかしいこともいっぱい書いてあります、えー。恥ずかしいことしかございません。すいません。ぜひ、あのご興味ある方はですね、見ていただきたいと思います。えー、で、えー、非常に言いづらいことなんですけれども、この中にお金持ちいらっしゃいますわかるよ、山本君。 選挙にはお金金がかかるんだってね、うん、え金、衆議院、ね、これ、重複で立候補、小選挙区と比例ブロックでこれ立候補したら、君、600万ぐらいかかるんだって,って、600万ぐらいポンと出してやるよ、いらっしゃいません <laughs> 長い一人芝居でしたけどね、<laughs> いなかったっていうね結果にまた、これ全国どこで聞いてもいないんですよ、こういう話ね。で、ご覧いただきたいのが、山本太郎は先ほど説明しました。えー 野党が塊になって消費税5%という旗で戦えるのであるならば、これ全力尽くします。消費税5%に減税するってことを。これを政策として旗を上げられるんだったら私全力で頑張ります。けれどそれができないんだったら私勝手にやります。考え方違いすぎますから。なので、その場合には100人、100人の候補者を立てると言ってます。100人です。 100人立てるとなったら、どういうことになるかというと、えー、入場料、供託金、入場料だけで1人600万円、600万円る1 0 0人、6億円、これ、入場料だけ、ひどい話じゃないですか、これ、入場料ですよ、ただの、あまりにもありえないですね、まあ、政治には関わるなっていうメッセージですね、これは、えー、既得権益っていうかね、もう政治も既得権益化してます、そういうことでこのようなハードルを上げられてる。 100人だったら入場料だけで6億円、そのほかにもいろいろお金を考えれば20億ぐらいかかるとかの話なんですね。この中にいらっしゃいませんか ?1 億ぐらいだったらなんとかなるかなみたいな。いらっしゃるいらっしゃらない。どこもそうですね、これね。じゃ例えばお金持ちとかご存じないですか私の友達に、ね、お金持ちがいてね、2億ぐらいだったらなんとかなるかなみたいな方いらっしゃいますいらっしゃらない。これ全国的にみんな一緒なんですね。困りました。だからこれをでですねみんなで薄く 薄くなんか力を合わせられませんかっていう話ですね。出ますかねあいつ、例えばですよ。例えばです。一人1万円っていうことになった場合に、これ3万人の方が一人1万円くださったら3億円。5万人で5億円。10万人で10億円集まるんですね。1万円は高いですよ、でも。これなかなか出せない。じゃあ、1000円でどうでしょうか。 例えばですけれども、1人1000円の寄付、30万人で3億円、50万人で5億円、100万人で10億円、いや、1000円も厳しいな、これ、ねえ、じゃあ500円でどうだ、みたいなね、60万人で3億円、100万人で5億円、200万人で10億円みたいな、とにかくですね、みんなで広く、薄く集めていけば、これ、大政党とかがやっているような戦い方で 迫れるってことなんですね、まあ、あの特別なお金持ちがいらっしゃってという方がいらっしゃったらぜひまたお声掛けいただきたいんですけれども特別そういう方は全国になかなかいらっしゃらないんですねないとこから取るなあるとこから取れとかって言ってるような人間なかなか応援してくれる金持ちいないってことですすいません、はい、なので無理のない範囲でもしも皆さんがご協力していただけるなら、えー、でも無理のない範囲で。 お金がすべてではございません、お金じゃなくても結構です、ポスター貼りもございます、ボランティア登録もございます、いろんな形で何かしらでつながっていただければということでした、ありがとうございます、すみません、長時間にわたりしゃべりましたけれども、えイベント告知、あそうですよねあ、ありがとうございます、えっとですね、令和新選組の10人、私含め10人立候補した中の1人、大西恒樹さんという方がいらっしゃいます。お金のプロフェッショナル元ル元 JP モガン いいやらしい響きもとね,なんかね <laughs> 元 JP モルガンでディーラーやってたなんてねなんかすごいですねバブルの匂いプンプンしますね、えー、お金のプロフェッショナルその方が、えー、佐賀にいらっしゃるということでその主催者の方が、えー、少し、えー、その説明をしていただけるということですお願いしますどうぞ真ん中へあ皆さんこんにちは今日は福岡から参りました えっと、今、ご紹介があったようにあの先ほど入り口で配らせてもらったこのチラシの方なんですけど消費税はゼロにできるという、えー、令和新選組の大西恒樹さんが明日二26日から九州ツアーで、えー、九州全部あ佐賀以外は全部回られます。 なのであの私は福岡講演会の主催をやっておりましてぜひね佐賀の皆さんにも来ていただきたいと思って今日は参りました日日火曜日開演は6時半からです JR でねあの来ていただくと JR 復興大前駅の直結でもうビルがつながってますのであの迷うことなくあの お仕事帰りでも駆け込んでいただけるかなと思います車で来られる方も駐車場が会場のすぐそばにありますので4時間まで無料にできますのでぜひお時間ある方は来ていただきたいなと思いますそれで九州ツアーが えー、熊本以外はまだお席がございますのでぜひあの26日が宮崎27日が鹿児島29日が福岡30日が後藤、三31日が長崎11月1日が大分で開催されますのであのご都合の良い時にあのぜひ皆さんあのお話聞きに来られてください。あのもうお話聞いたら絶対あの 聞いて良かったって思うと思います。ぜひよろしくお願いいたします。あ、それであの福岡の方をのあのチケットを今日持ってきてますので、あのもし行きたいなってあの思われる方は、えー、後ろの方で販売もしますので、ぜひあの購入されてください。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 大西つねきさんって方が九州を回られてね、佐賀以外でやられるっていうことに対して決してあの根に持たないでください <laughs> あの、大西さん回れないところ私が回ったりとか私が回れないところ大西さん回ったりとかっていうようなことができるのがグループですからね是非、はい、大西さんのお話もチャンスがあれば皆さんに聞いていただきたいと思いますというわけで、えー、ボランティア登録本 ポスターなどなどは出口付近にありますで、大西さんの公演のチケットもそちらでお譲りしているということですので、ご興味ある方、ぜひお立ち寄りいただければと思います、で山本は出口の付近でですね皆さんをお見送りしたいと、名刺を交換させていただきたいと、直接お渡ししますというようなことで、えー、よろしいでしょうか、大丈夫ですね、ありがとうございます、すみません、長時間、本当に、えー、ありがとうございました。